たがさっきスマホで目にした芸能ニュースって何ですか？4時からのベイライン、まず最初にお送りするのはバズった山寺。みんなの気になるエンタメ情報を大募集。ここでネタを仕入れて友達との会話で使っちゃってください。今日も4時からはバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあこの後はですね、4時からザ・ベイラインです。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はい、どうもこんにちは。あのロビンちゃんは若々クイズに参加してくれて、そうなんですよ、もうクイズ分かんなくてしかめっ面で京王線に揺られてました。私ですよね。ただ答えが分かったとしてもロビンちゃん世代はちょっと分からなかった。 いやでもなんかおしゃれだなと思いました。昔のね、どういうことなんかね、よくスタッフさん見つけたなと思って、歌詞の中にね、今は亡き者が入ってるっていう、ね、そうどっちかというと山寺さん世代向けだったんですよね。もう僕は全部分かりましたからね。さすが山寺さん。あれその様子じゃ聞いてなかった。全部バッチリ聞いてますよ。いやいや、今日もコンビネーションがよろしいようです。ありがとうございます、はい、今日はですね、あの、うん、5時台は波乗りジャパンということで、あれ今の分かったかな、波乗りジャパン、波乗りジャパンね、ベフでずっと言ってる、波じゃ何乗りジャパン、あなたは何波乗りジャパン、こうね、褒められて調子に乗りジャパンとか、自転車バイクに乗りジャパンとか、うんうん、皆さんぜひあなたは波乗りなのか教えていただきたいと、うん、乗るっていろんな言葉聞かれるから、ね、ありますね、そういうやつです。なんか乗ってます。私はね、結構調子に乗っちゃうタイプ。あら、褒められると伸びると思うんですけど、褒められると調子にも乗るので加減が難しいタイプです。バランスが難しいね。難しいタイプなんですよ。皆さんぜひね、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.CO.JP までお待ちしています。本当に調子濃くね、あ、濃くじゃないな、シマちゃんも出ますのでね。シマちゃんも出ますよ。すぐ調子乗るからね、あのおじさんね。じゃあその調子のいいレポートも楽しみにしてください、はい、お願いします、ね、はい、じゃあこの後よろしくお願いします。はい、どうも。この後はザ・ベイライン、バズーカ山寺さんと岡田ロビン翔子ちゃん、そして調子のいい男、え、調子のいい男って怒られるんじゃないの、塩村さんも、インタビューじゃないレポートありますので、ぜひ聞いてみてください。明日はピカ子さんと宇佐美由紀ちゃんの木曜イットとなります。山寺さん、はい、何でしょうか。ロビンさん、本番の1分前になったらスタジオにいるっていう、あのルール決めましょう。いつも自由じゃないですか。いつもいないから、ちょっと間に合ってるじゃないですか。私いつも不安なんだよ、本番前。いや、不安なの。だってオープニングトークあなたが適当なこと喋るだけだから、僕リアクションだけですから、別にいなくてもなんとかなるんじゃないかっていうね。私の前いつもくだらない話ですけど、今日も聞いてもらっていいですか。あ、もちろんです。あのね、あの先日、チョーベラチンクエティの春ツアーが無事ツアーファイナル終えまして、ね、ツアーファイナルお疲れ様でございました。ありがとうございました。すいませんね、伺いませんでしたけれども。いや、本当ですよ。うん、あのね、このベイエフェルでも本当ですよ。仕事だったんだし、いや、すいませんね。ええ、でも、あの、はい、リスナーの方が、はい、あの、このラジオを聞いて初めて来ましたって方もいらっしゃって。ありがたいね。すごい嬉しかった。ありがとう。BFM 効果、ベイライン効果。ありがとうございます。ね、で、そのツアーファイナル終えて、次の日は、あの、チャーベラチンクエティ、大阪でイベントがあったんですけど。早速、すごいね、ツアーファイナルの後もう止まりませんから。止まりませんから。で、次の日、大阪でイベントだったんですけど、うん、帰りね、うん、あの、新幹線で、まあ、東京まで帰るときに、はい、まあ、ちょっと、ちゃんと打ち上げもできなかったし、私は一人でね、あの、ビールを買って、ちょっと贅沢に、あの、温かくなるお弁当を買ったんですよ。紐引っ張るやつね。そう、でも時間を早めたから、あの、本当だったらメンバーと隣でね、一緒に仲良く食べるつもりが、メンバー席がバラバラになっちゃって。あの、上辺ってやつをしたんですね。そう、上辺をしたんですよ。ちょっと早く帰れるからね。で、私の隣が、うん、まあ、40代、50代ぐらいの、あの、スーツを着たね、あの、男性だったんですけど。多分サラリーマンの方なのかな。その方は何も食べてなくて、私はちょっと横で、あ、失礼しますと思いながら、あの、ビールをプシュッと開けてね。あ、その方飲みも食いも、何もなかったんで、休んでたお仕事帰りでしょうね。そう、私はビールをプシュッ、プシュッ、開けて、ね、開けて、で、紐引っ張った。そう、紐引っ張ったんですけど、私ちゃんと説明書を見てなくて、あの、蓋を取ってね、ああ、楽しみだなと思ってね、紐引っ張ったら、煙がその方の頭にもく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 。まあ、煙じゃないですけどね、湯気ですよね。そう、湯気。煙ではないです。火は使ってませんから。でも、湯気が、あれ、今のお弁当すごいんですよ。とてつもない勢いで私の横にいるサラリーマンの方に、その湯気が。普通そっち行かないでしょ。かかっちゃって。蓋開けちゃダメですよ。紐もそのまんま。知らなかったの。縛ったまま、僕はあの、仙台必ず牛タン弁当温めタイプを買って帰るので、そうなんだ、僕はもう何十回も食べてますけど、知らなかったの。え、開けて引っ張ったんですか。蓋を開けて、ひもが変な方に、そう、私のちょうど左にいたね、サラリーマンの方にもく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 かっちゃって、もう一人もうパニックです。玉手箱みたい。そんな、どうしようと思って、でも、まあ、もう1分ぐらい、あの、その方もね、なんか顔は、みたいな、これはどうしたらいいんだみたいな感じだったんですけど、たまたまね、
ね、ええ、あのマネージャーさんがお手洗いに行くついでに、あの横に来たから、ええ、ちょっとマネージャーさん助けてくださいって言って、今更マネージャーさんに、そう蓋をしてもらったんですけど、もうねもう遅かった、時すでに遅しで、もう冷め切ったお弁当をね、一人で食べてね、なるほど、中が温まらず全部その熱が外に出ちゃったってやつね。そうなんですよ。でも一人ビール飲んでほろ酔いで、あのいい感じに眠いながら帰りましたよ。なんだよ。であれでしょ、隣のサラリーマンから黙々ってのでパッと見たら、うん、おじいさんになってたでしょ。そこまで言ったらね、もしたそうならなかった。そうなった。おじいちゃんになったの。次話すときそれで言ったらね、なばかなったんだよね。それじゃあそろそろ参りましょう。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベーライン。 Turn it up BFM78 You are listening to バズーカ山寺翔子ロビン岡田's The Bayline。時刻は4時3分を回っております。もうちょっとで4分になるかな、はい、ベイ FM から生放送ザ・ベイラインバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りします。はい、ねえ、もうびっくりですね、うん、じゃあね、これからも駅でね、そういう風な買う方、うん、まあ駅じゃなくてもね、温め機能付きお弁当を買う方はね、もう気をつけてほしい。よく注意書きを全部書いてありますから。やっぱ説明書見たらちゃんと分かりやすく書いてありましたからね、そういうのを吹っ飛ばして私が悪い、そうですね、確かに僕も持ち帰ったやつを、うちの妻がね、はいはいはい、やっぱり開けちゃってね、でしょ、いまいち温まらずに食べてたことが、まあ、かつてありましたんで、分かんないんですよね、意外と。気をつけていきたいと思います。さあ、それでは今日のメニュー紹介しましょう。4時台は気になるエンタメ情報チェック、はい、バズッとやめたらいつものようにやります。気になる芸能ニュース、新製品、イベントなどをピックアップしますが、あなたも気になったエンタメ情報がありましたらぜひ今すぐ教えてください。メールは bayline@bayfm.co.jp、 もう一回言いますね、 bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあ、いつも変わる5時台ですが、今日何ですか、何乗りジャパンでいきたいと思います。まあ、波乗りジャパンってのはね、もうベイフェムですからおなじみだと思いますけども、こっちは何乗りジャパン、自転車、バイクなど乗り物はもちろん、調子に乗る、乗り乗りだぜ、ただ乗りしちゃってる、いや相乗りなんですなどね、あなたは何乗りなのか、私何々何々乗りしていますとかね、なるほどなるほど、温め機能付きの失敗し新幹線乗りの岡田ロビン翔子ですとかね。ちょっと無理やり感ありましたけどね、今そうそうですね、まあ、長くなってもいいですけどね、はい、何乗りなのか教えてください。はい、そして6時台はこの人、街の面白スポットに新スキボス、街角 DJ しまちゃん登場でございます。今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆうきょうノリノリ、ね、うん、いいよ、ノリノリのゆっきょです。いいよいいよ、ね、今季もまだノリノリなんだろうね、乗ってるね、しまちゃん、今日ね、何乗りジャパンということで、何乗りジャパンでありますよ。めちゃくちゃしまむらね、調子乗ってますよ。あ、そうなの、なんかいい子だった。なんで、実はね、隔離のたもので作ったのは東袋あったじゃないですか。はいはい、あれ当選されたリスナーが、はい、家に届いて、中を丁寧に開けて、いろんなことを見ているその模様を YouTube でアップしてるんですよ。そうなの、めちゃくちゃ丁寧にアップしてるんですね。そう、ありがたい。ベイラインのファンなのか、ギャオちゃんのファンなのか、ロビンのファンなのかと思ったら、なんと、ジャドーズのファンだったんですね。素晴らしい、調子になってます。素晴らしい、ジャガーズね、シマちゃんがいた日本を代表するフュージョンバンド、シマちゃんドラマーだったね、シマちゃんがまだイケメンだった時のね、でもいつもやめてフュージョンバンドって言うけど、フュージョンバンドじゃないからね。あ、違うんだっけ。うん、そうそうそう、うん、まあいいけど、それはいつも間違えてるね。調子乗ってるんで、だからそろそろまたね、パワーウィークもあるんで何か作ろうかなと思ってます。あ、そうですか、はい、楽しみ。それちょっと楽しみにしておいていただきたいんですけど、何十年も間違えてるから、ね、ごめんなさいね。いや、いいんですよ。で、これ6時台、何かに乗るためのノウハウを教えてくれる場所に行きたいと思います。何かに乗るため、はい、島ちゃん何か乗るのか、何乗りジャパンになるのか、ね、ぜひ皆さん期待していただきたいと思います。わかりました。6時台です、よろしくお願いします。じゃあ、そのノリノリのままでお願いします。お願いします。はい、なるほど、そうだったのね、分かってるようで分かってなかった。島ちゃんずっと間違えてるんですね。ずっと間違えて、いつも島ちゃんのためを持ってフォローしたつもりが違うこと言った。何バンドって、バンドでいいんだね。バンドですね、いろんな音楽のジャンルだったっていうね。さあ、しまちゃんね、今日は何に乗るためのノウハウを教えてくれるんでしょうか、お楽しみに。そして6時台、いつものようにお疲れ川柳やりますので、皆さんお疲れの理由を575にして送ってください。今から考えておいてくださいね、お願いします。お待ちしています。はい、この時間は気になるエンタメ情報を送ってください。プレゼント今日あります、紹介しましょう。はい、こちらですね、那須ハイランドパークから入園券に乗り放題パスがついたファンタジーパスセット2
2組4名様でございます。そしてベイ FM もオフィシャルパートナーとなりサポートしている波乗りジャパンの新ステッカーを3名様、皆さんメールどしどし送ってください。アドレスはベラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。ツイッターをやってる方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあ、まずは今週末6月3日と4日の2日間、このベイ FM のすぐ横幕張海浜公園で行われますレッドブルエアレース千葉2017の公式テーマソングからいきましょう。グレイ XYZ。 彼女はグレーお送りしますけど、この間笑う朗読部ね、あの朗読の舞台やらせていただきましたけど、久しさんが見に来てくださって、いやー久々に会いました ね、 また来てくださいって、この番組に来てくださいってお願いして、お願いしてきました。さあ今週6月3日と4日土日の2日間、幕張海浜公園で行われますレッドブルエアレース千葉2017、昨年優勝した日本人パイロット村秀吉さんの、連覇を期待した、吉井さんですね、連覇期待したところです。グレイ XYZ でした。変わってはそのグレイが兄貴としたバンドルナシーのナンバーをお届けしましょう。5月29日には日本武道館でメジャーデビュー25周年記念ライブを開催。約1万4000人が活気の渦で沸きましたが、そこで年内にニューアルバムをリリースすると発表してくれました。今後もまだまだルナシー旋風を吹き荒れそうです。お送りするのはもちろん、そのアニバーサリーライブでも披露してくれたこの曲、ルナシーストーム。FM Shopping Island。 メイ FM ショッピングアイランドからこだわりの厳選商品のお知らせです。先ほどご紹介するのは、行列のできるケーキ店ラ・クレマンティーヌのオリジナルマドレーヌ森の日と、サワラの大祭で使われる標識をイメージして作られたお菓子チャキです。うん、成田の構図の森駅の近くにあり、行列のできるケーキ店として有名で、ご近所はもちろんわざわざ遠くからもお客さんがやってくるというラ・クレマンティーヌ。そんなラ・クレマンティーヌから2つのお菓子をご紹介します。まず1つ目、クレマンティーヌのオリジナルマドレーヌ森の日。厳選された材料で風味豊かな軽い食感の森の日は、どこか懐かしくホッとするほんのり塩味。何度も試作を繰り返しながらたどり着いた味は、良質な材料に支えられています。余計なものは使わず、卵、蜂蜜、砂糖、小麦粉、お塩、全ての素材にこだわり丁寧に焼き上げた絶品のマドレーヌをぜひお試しいただければと思います。そしてもう一つ、標識をイメージして作られたお菓子チャキも、モントセレクション2015で金賞を受賞したお菓子です。チャキというのは国の重要無形民族文化財にもなっているサワラの大祭で出汁の進行を支持する大きな標識のことです。きな粉のダックワース生地にくるみと黒蜜のバタークリームをサンド、アクセントになっているくるみの食感がお祭りの高揚感を醸し出してくれる和洋折衷のお菓子です。細長く四角い形は食べやすく、常温、冷蔵、冷凍と3つの食べ方がありますので、こちらもぜひ体験してみてください。詳しくはベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。スマホまたはパソコンからベイ FM 公式サイトへアクセスしてください。 Thanks for listening. This is the Bayline. まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。バズとはざわめくという意味で、たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは、我々2人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきますよ。今日気になったのはこちら、サッカー日本代表アンダー20 8強逃す。アンダー20サッカーワールドカップ韓国大会で、日本は決勝トーナメント1回戦でベネズエラと対戦。試合は延長戦までもつれ込みましたが、0対1で惜敗。14年ぶりのベスト8を逃しました。続いてはこちら、ティーボラン21年ぶりに新曲。ボーカルの森友嵐さんとベースの上野博文さんの病気で活動停止中だったティーボランですが、周りの献身的な看病もあり復活。今年再始動すると宣言し、8月にアルバムをリリース。アルバムには21年ぶりの新曲も収録されることが分かりました。続いてはこちら、
モーニング娘。17、牧野マリア、始球式でノーバンストライク。モーニング娘。17の牧野マリアさんが ZOZO マリンスタジアムで行われたプロ野球交流戦のロッテ阪神戦の始球式に登場。見事なストライクを投げてマウンド上で大喜び。番組で交流のある里崎さんもツイッターで絶賛していました。ラストはこちら。来年キャッツ9年ぶりに東京公演が決定。劇団四季のミュージカルキャッツが東京大井町に建設されるキャッツシアターで来年の夏からロングラン公演されることに。キャッツは2009年に東京公演を終えた後、横浜、仙台、福岡、札幌を経て現在大阪で公演中。東京公演は9年ぶりとなります。以上です。ロビンさん、気になるのは何ですか。いやー、やっぱりモーニング娘。の牧野マリアじゃあ、はい、16歳ですからね。16歳でこう見事ストライクを決めるって、この度胸というか、なんかすごいですよね。私も、ね、あの私も一回ね、京セラドームで始球式をやらせていただいたことがあるんですけど、あるんですよ。そんなに驚かなくてもいいじゃないですか。チャオベラ全員で投げたんですか。違うんですよ、チャオベラか私が代表で投げたんですよ。あの女子プロ野球のテーマソングを歌わせてもらったことが、まあ、でも結構もう 4,5 年前なんですけど。女子プロ野球のそうテーマソングを歌わせて。同じだ。え、僕も去年明治神宮でやりましたんで。あ、そうなんですか。女子プロ野球の届きました、ちゃんとボール。バーが言ってんじゃないよ。届きました。あ、女子じゃない、おっさんだけど男だよ。投球練習もずっと公園でして、あら、ビシッと130キロぐらいのつもりだけど多分60キロぐらいしか出てない。山あなりフワーンフワーンってやつだ。遅いな。どうなったんですか。いや、私はもう届かないで、もう通番とかちょっと他にしないでくださいよ。本当にだからマリアちゃんすごいなと思って、ねえ、そうですよね。ね、ザ・ベイラインファミリーのね、里崎さん、月曜日の里崎さんもね、ツイートして、マギロマリンさん、ゾゾマリンで、の始球式、見事な完璧なフォームから、ノーバウンドストライク投球、前回の失敗を取り返す、ナイスピッチング、あ、前もやったんだね、ラジオ解説があったから、約束の始球式受けられなかったけど、始球式の生解説したよと、そうかね、そうだ、ベイラインに来た時にね、そんな約束もしたけど、ね、解説だからね、里崎さん、受けることはできなかったというね。マリアちゃんの、めちゃめちゃ緊張しますもんね、本当に。いやもう僕の場合、その女子プロ野球のやる時はあれですよ、もはや横で先にピッチング練習みたいなのをするんだけど、そこから緊張した。早くないですか。そこすごい長すぎた。私そこは緊張しなかったですけどね。本番になったらやっぱ遠い、テレビで見てるより遠いし、下手で当たり前みたいなね。周りも期待してないから。期待してた。みんなほら、俺はずっと妄想を抱いたから、始球式で155キロぐらい出してスカウトされるっていうね、そういう妄想を男はみんな見るんですよ。されないわ。みんな見るんですよ、そういうの。本当にビシッつってね。妄想でしょ。妄想でしょ。妄想は自由ですからね。ね。そうですか。いやー、よかったです、成功して。ちょっとその話が長くなってしまいましたけどね。キャッツ東京公演決定とかね。あー、なるほど。東京公演は建設されるキャッツシアター、キャッツシアターになるキャッツだけやるとこだ。キャッツ専門とこだ。僕の友人もね、アラジンを東京でやった後大阪でキャッツに出るというね、そうやってる式の友人がいるもんですから、ね、いろいろ聞いてたんで、あ、東京でも見られることになるのかと、両方ね、見られる人、見てみたいですね、こちらも。はい、まあ、チケットの入手はね、なかなか難しいかもしれませんけども、嬉しいニュースです。さあ、皆さん、ね、気になるエンタメ情報何でしょうか。何ですか。今すぐ教えていただきたいと思います。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。ツイッターをやってる方はぜひハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてくださいね。さあ、それではここで曲いきましょう。デビュー35周年を迎えた安全地帯のナンバーからいきます。いや、もう僕どれもこれも大好きな曲ばかりです。今日31日リリースのオールタイムベストから85年の大ヒットナンバー、安全地帯、悲しみにさよなら。熱唱しておりますけども、さあ、この時間は皆さんの気になるエンタメニュースを募集しています。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。止まらない山ちゃん。安全地帯、悲しみにさよならでした。ありがとう。ベイ FM リスナー安全運転宣言。
この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します、はい、今日はラジオネーム猫まんまさんよりいただきました。ありがとうございます。店の駐車場で隣に止まった車の中に小さな子供を抱いた初老の女性がいました、うん、うちも子供が小さい時、私の母がチャイルドシートはかわいそう、私が抱いてるから大丈夫よとか言ってよく喧嘩になりましたが、テレビで子供を抱いて車に乗るのは危険みたいな特集を見て納得してくれました、うん、孫がかわいいのはわかるけど、だからこそ抱っこよりチャイルドシートに乗せてくださいということで、その通りですね、はい、お子さんがね可愛い気持ちももちろんわかるんですけど、何かあったら本当に大変ですからね、うん、しっかりとチャイルドシートに乗せて子供の安全を守っていただきたいなと思います。猫まんまさん、ありがとうございました。ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマークbayfm.co.jp まで、住所、氏名、年齢、ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ、携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM は交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。ベイ FM 78バズーカ山田と岡田ロビン翔くんでお送りしているザ・ベイライン。さあ、気になるエンタメ情報ということで皆さんからいただいております。紹介しましょう、はい、ラジオネームウルフ山田さんからいただきました。ありがとうございます。ダチョウ倶楽部のジモンさんがステーキ店のイベントで肉が好きすぎて彼女に泣かれたという過去を明かしました、うん、昔の彼女に毎日お肉を食べるのが辛いって泣かれたそうです。同じグルメ芸人の渡部くんは幸せ、僕は全てを捨てて食に行ってますと自虐的に語りましたですって。あ、やっぱね、お肉、そうか、彼女さんも同じものをね、もちろん美味しいものを食べ、だって別に本人ジモンさんは食べるけど彼女は別にね、まあ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 、そっか、肉しか置いてないとこしか行かないってことですかね。ジモンさんお肉が大好きってね聞きますけど、いや聞くどころかもうすごいすごいすごいですよね。いろいろやってらっしゃいますからね。え、どうですか山田さん、お二人はこれなら毎日食べても平気っていうものありますかって。ないですよ。毎日同じものは嫌でしょ。あ、そうね、いろんな種類があるわけですから、食材はバランスよく食べるのが一番いいですよ。好きなものありますけど、そればっかり食べたら絶対嫌いになるでしょ。で嫌いになると嫌いになる飽きるに決まってますよ。なんだってそうですよ、いいものだって好きなものだってそうですよ。なんでそんな怒ってるんですか。なんかあったんですか。いや、なんですけど、そういうもんでしょ人間ね。まあね、確かに、確かに、人間そういうもんですよ。こうやって追求するのもすごいかっこいいですけどね、何か一つに。そう、まあ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 、もうそう思いますけどもね。まあ、それで詳しいっていうのはね、そうそうそう、仕事になりますからね。かっこいいですね。かっこいい、あ、そういう。金熊さん、ありがとうございます。ありがとうございます。岡田さんの所属する岡田さんね。岡田さん、チャオベジャチュニクエッティ品川、千秋楽行きました。あ、ありがとうございます。ノリノリでライブの途中、岡田さんが DJ をしたり、はい、歌以外にもあっと、楽しくあっという間でした。最後には握手してツーショット写真まで、ファンには至れり尽くせり、はいはい、初ライブの自分も満足。中野サンプラザ必ず行きます。リスナーで、行きます。リスナーで行ってない方は行ってください。めちゃめちゃリフレッシュできますから。あ、だって。ちょっともっと感情込めてよ。いやいや、ちょっと意味が分かんなくなったんだ。中野サンプラザ必ず行きます、リスナーで行ってない方は行きますまでだ、リスナーで行ってない方は行ってくださいって。ありがとうございます。サンプラザ、そうなんですよ、中野サンプラザこれからなんですね。ライブ先なんですけど、ちょっとその事実が僕の中で分かんなかったんですから。そうなん、秋ツアーのファイナルがね、中野サンプラザであるので、そのことを言ってくれたんですね。秀夫さんも品川の第一部に参加しました、ね、ありがとうございます。歌の力を感じられて素敵なステージだ。これ橋本のことかな。ちょっと私も歌ってるからね。公演後チェキ会にも参加。あら、ロビンさんにチェキ初めてですかと言われたんですが、ちゃんとお客さんの声を覚えてるんですね。もちろんですよ。次はまた来てくれましたねと歓迎してもらえたら嬉しいな。うん、ぜひぜひ。1月9日の休みを確保しないと。あ、1月9日が中野サンプラザで。来年？そうなんですよ、だいぶ秋ツアーの来年の話みんなしてんの。そうですよ。もうね、もう予定は山田さん、もうね、すごいね、山田さんも予定開けといてくださいね。1月9日、いや、ちょ、もう入っちゃってんのよ。入ってない、絶対入ってないよ。入っちゃってる、さっき見たの。入ってない。1月9日火曜日、火曜 火曜日よろしくお願いしますね。このベイラインの前の曜日ですからね、よろしくお願いします。おはのイベントが卒業してたもん。じゃあ続いていいですか。ですね、あ、ラジオネーム競馬好きさんからいただきました。ありがとうございます。私の気になったエンタメニュースは、キンチョールの新聞広告、超難解折り紙です。ほう、超難解というだけあり、折り方を細かく説明した動画も公開されているのですが、うん、この時間が約55分、それだけの時間をかけて折っていくと現れるのが
ゴキブリの折り紙、うん、なかなかクオリティも高くツイッター上で話題になっていました。どういうやつ。山田さんこれですよ、このね、これ、うん、これをね折り紙折ると本当に、さっきね、あの画像検索したら本当手のひらサイズのゴキブリが出来上がるので結構リアルなんですよね。そうなんだ。そう、面白いね。キンチョルといえばハエや順番を特に書いてないんでしょ。え、細かくね、でも動画とかでそのこう作り方が公開されてるので、紙面にそれは書けない。相当細かいですよこれ。そう、これできたらすごい、ちゃんと緊張のマークが最終的にすごい目立つところに来るんだもんな。すごいですよね。でもこれね、ハエとかのイメージが強いですけど、ゴキブリにも効くという宣伝にもなったと思うと、なかなか宣伝効果も高そうですね。緊張の今ね、はいはいはい、テレビ CM 香川さんだよね。そうですね、そうです、あれすごいよね。俺最初誰だこれと思って、香川さんもう切れてるね。まあいろいろあった香川さんですけども、いろいろあった、でもね、イーテレで昆虫番組やったりとか、はいはいはい、今度その害虫の方をあれするやつにね、あのカツラとすごい演技最高だね。今緊張してる感じですか。いや来てますね、まあ、広告のセンスが素晴らしい感じがしますね。この発想力が素晴らしいですよね。やっぱ仕掛け人が裏でやっぱりすごいクリエイターとかいらっしゃるんですかね。みんなでね、たくさん会議を重ねてるんですかね。素晴らしいですね、はい、もう一個いきましょう、はい、組地蔵さんありがとうございます。ありがとうございます。やはりこの、ね、ニュースが聞きましたね。本日大関に昇進した高安関、昇進伝達式では正々堂々昇進、そう正々堂々、あこういう声じゃないな。違います、ね、正々堂々正々、あいいのか、このままでもういいです、もういいです、正々堂々昇進しますと力強く向上、式前に稀勢の里から言葉をもらったとのことですが、内容は秘密ですが、普段から気にかけてもらい、今の自分があるのは横綱のおかげ、一つ恩返しができたことが嬉しいですとコメント、兄弟子の愛を感じたと。兄弟ですね二人はね。高安関の地元は私の住むつくば市のお隣なのでなおさら嬉しい、ね、高安関大関昇進おめでとうございます。おめでとうございます。これ楽しみですね。ぜひね優勝をと、ね、声も上がってますけどもね、ね7度も脱走したっていうのも話題になってましたけどね。いちいちねお父さんの車から逃げてってね、それだけでも厳しい稽古を積み重ねて大関おめでとうございます。おめでとうございます。高安っていうね、高安さんっていう名字の方たくさんいらっしゃるからね、はい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 、皆さん嬉しいでしょうね。そうですよね、自慢というか多分ね、もう高安さんがみんな高安関って今大関ってもう今日からね会社とかで言われるでしょ。高安さんはねきっと言われてるでしょうね。大関ってね言われますよ、ね、乾杯するんでしょうね今日ね。勝手な妄想すいません。さあ皆さんもね、はい、気になるエンタメ情報を今すぐ教えていただきたいと思います。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。 The Bayline Bay FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada'sThe Bayline。開品幕府のベイフェムから生放送ザ・ベイライン。ここでお送りするのはこの秋公開の映画ミュージックオブマイライフの主題歌です。6月7日リリースのニューシングル Sing Like Talking 6月の青い空。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、はい、シングライクトーキングでね、曲をお送りしました。この映画、ミュージックオブマイライフ。ね、これは、あれですよ、シングライクトーキングの音楽とファンからの手紙を元に制作された映画。ね、ファンから寄せられた実話をドラマ化して、で、ライブ映像と融合させるというね、新しいタイプの映画ですね。面白いですね。はい、これぜひ楽しみにしたいと思います。秋公開ということです。さあ、皆さんからも気になるね、エンタメ情報いっぱい来てるんで紹介しましょう。はい、いいですか？はい。ラジオネーム、ロックさんからいただきました。はい、ありがとうございます。うん、花丸うどん、うん。今週末6月2日から数量限定で、うどん県のそうめんを販売することを発表しました。ほう。うどん県として有名な香川県は、うん、そうめんも名産品で、うん、名産品を発掘するために、そうめんをメニューに出すことに、うんうん、つけだしはさぬきならではのいりこだし。今日も30度近くなり、そろそろそうめんを食べたくなる気候ですね。なるほどね。うん、いつもは温玉ぶっかけですが、うん、そうめんも食べてみようかな。ところでいつも直前までうどんを食べているという山寺さんは何うどんを食べてるんでしょうかって来てますよ。僕もさぬき系ですね。あ、さぬき系、この近くにあるね。ね、いつもずるずるっとうどん大好きですね。そばも大好きですけど、いつもトッピングいつも一緒ですよね。違いますよ。今日、あ、違います。いや今日別にあなたの前じゃお店で食べてきましたから。あ、そうか。今日イカ天とナス天でした。ああ、
あと温玉ね。あ、温玉やっぱ温玉はねマストでね美味しいですよね、はい、いやでもこのそうめんも美味しそうですよね。これからの季節ねいいでしょうね。やっぱでも僕真夏も暑いもの食べるの好きなんでね。そうなんですか。温めてね。私もうちょっと夏バテきてますもん今。どうしたんですか。それと何かそうめんのこと何か関係ですか。だからちょうど、いやちょうどあなんかちょっと食欲落ちてきたからそうめん食べたいなと思って。いいんじゃないですか。でもちゃんと他のものバランスよく食べてくださいね。そうめんだけ食べちゃダメですから、ね、そうです ね。でもこれちょっと炭水化物だけじゃなくて、はい、タンパク質もちゃんと取ってください。ビタミンもないろいろ取ってください。はい、はい、こちらマーさんからいただいております、宮里藍選手の現役引退記者会見、はい、ゴルフ好きの私の大変ショックでしたというね。そうですよね。まだまだ若いのにとね、みんながショックを受けたと思いますけれどもね。日本のゴルフ界をね、女子プロゴルフ界を変えたと言われてる宮里藍さんに関してどうですか。いやそうですね。でも何も知らねえだろゴルフのこと。全然詳しくない。でもちっちゃい時に見てた印象がすごい強いのでなんか残念だなと思って、ね、でも引退の理由はね、そう、やっぱモチベーションというね、はいはい、おっしゃってましたね。テレビ選手にアスリートにとってモチベーションってのは本当にね、肉体的なこともいろいろあるけどそのモチベーションってのは本当に難しいんでしょうね。保つのは本当大変ですよね。ゴルフはメンタルものすごく肉体もあれですけど、メンタルが集中力もね必要ですし、まあタイガーウッズどうなっていくかとかね、いろいろ気になることありますけどゴルファーのことで言うとね。いや宮里選手はでもキャスターとかね、いろんなね、まあちょっとわかりませんけどもね、いろんなことでね、あ、年内ね、年内いろいろ活躍していただいて、 そうですね、その後ね、いろいろふうに楽しませていただいて、もちろんゴルフ界をね、いろいろ支えていっていただきたいなってことも思いますけどもね。まあ僕も全然ゴルフわかんないんですけどね。じゃあ続いてラジオネームハマちゃんさんからいただきました。気になったエンタメですが、はい、アメリカカリフォルニアのディズニーリゾートにオープンした新アトラクション、ガーディアンズオブギャラクシーミッションブレイクアウトです。はい、このアトラクションは武器のスペシャリストであるアライグマのロケットとともにノリノリのナンバーがかかる中、ガントリーリフトに乗り込み、急落下急降下急上昇を繰り返す、ガーディアンズのメンバーを救出するというまさに映画の世界を体験できるアトラクションなので、ガーディアンズファンとしては、日本でもぜひオープンしてもらいたいご機嫌なアトラクション、もちろんピーターの吹き替え山寺さんでって来てますよ。あ、僕はこのね話を聞いてね、日本ではなかなかいろいろ難しいんだろうなと。ねえ、かなり規模が大きそうですけど、ねえ、かなり、いやいやそういうことじゃないんですよ、いろいろあるんですよ。いろいろあるんですか。まあ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 、ガーディアンズね、マーベル映画でディズニー配給、はいはい、ね、でもねスパイダーマン同じマーベルは USJ にある、はい、ね、まあ日本はどうなんだろうって話、ちょっと僕はあんまりこれ以上ね、僕はあの関係者じゃないんで関係者っていうか作品は出てるけどね、はいはいはい、それだけなのでね、いやね、ぜひ乗ってみたいですね。いや本当に日本でもガーディアンズのアトラクション欲しいけどな、ね、その前には今のリミックスヒットさせないとな、もうそろそろダメかな。そんなことない、そんなことない、ね、もっと認知度が上がるといいんですけどね。はい、こちら行きましょう、はい、チュッピーさんありがとうございます。ありがとうございます。シンガーソングライターの中村千尋さんが合コンにおける女子の戦略を紹介する歌、重ねてく無敵の合コンテクニック、何それ。これ YouTube で再生回数270万回を超え話題、雪印メグミルク重ねドルチェの CM ソングのやつですね。乾杯するときは脇を締める、左に顔を8度傾けると可愛さ2割増しなど、いろんなテクニックが歌詞に盛り込まれています。ロビーさん、アイドルが使うこういうテクってあるんですか。こういう風にやると可愛く見えて人気が出るとかね、分かってたら苦労しないよね。ちょっと私が苦労してるみたいなのもしてますけど。さっきもね、あのあれですよ、あの放送直前になんかカメラの方見な、カメラスマホ見ながらなんか顔を、ね、作ってるんですよ。ちょっといつもの得意のちょっとアヒル口っぽい口を狙って、何自撮りしてんだろ。ツイッターのために言ってない。なんでわかるんですか。自撮りしようと思ったらすぐ自撮りしてんだろ。自撮りぐらいしたっていいじゃないですか。だっておかしいだろ。スマホの画面見て口を尖らしたっていいじゃないですか。ちょっとでもね、こうキュッと山寺さんだって自撮りしてみてください。俺の自撮りなったってね、どうせ誰も見やしねえんだからいいんだ。見たい人いますよ。2、3人は絶対に。2、3人か。俺大してつぶやかないけどね、意外とリツイート数が気にする方なんだよ。そう、さっきも言ってた、皆さん山寺さんリツイート数気にしてますから。そうなんですよ、リツイートしてください ね。今日ね、今日じゃない、明日坂本悟くんのライブが ね告知してますよね。そうです、もっと前にしろっていう話でね。そうですよ、前日は遅いって話です。遅い、山ちゃん遅い、お知らせばっかり言ってましたからね、いろいろ工夫します、はい、私もします。この歌ね、ぜひチェックしてみましょうよ。はい、ぜひね、合コンのテクニックでしたっけ、ちょっと注目してみて。そうですね、ロビンさん、ぜひね、アイドルのね、なんかほら人気に出るコツになるかもしれませんが、いやぜひぜひ参考にしたいと思います。さあこの後ですが、はい、5時台何のりジャパン、
自転車バイクなど乗り物はもちろん調子に乗ってるよ。もうノリノリだぜ。ただの相乗り、何乗りなのか教えてください。ロビンさん今何乗りなんですかね。私はねもう流行に乗る、乗っかる、乗り乗り、そっちですよ。便乗ですね。便乗型です。プレゼント那須ハイランドパークから入園券に乗り放題パスがついたファンタジーパスセットに2組4名様、ベイエフエムオフィシャルパートナーとなりサポートしている波乗りジャパンの新ステッカーを3名様。皆さんメールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。はい、皆さんは何乗りジャパン、何に乗ってるか教えてください。お待ちしてます。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回っております。 Bay FM から生放送、バズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあ今日の5時台、何乗りジャパンでいきたいと思います。まあ、ベイ FM ですね、日本サーフィン連盟とのオフィシャルスポンサー契約を締結し、サーフィン競技日本代表チーム波乗りジャパンのオフィシャルパートナーとして選手をサポートしているわけでございますね。そんなステッカーも今日プレゼントありますけれども、はい、ここからお題いただいてね、あなたは何乗りジャパンなのかということで。そうなんです。まあ、乗るって言葉いろいろに使われます。調子に乗る、勢いに乗る、ね、相乗りする、ただ乗り、そうかね、あの普通に車とかバイクに乗るとかね、まあ、乗馬する方もいるでしょう。何乗りジャパンなのか、まあ、ジャパンの部分をねまあ日本においてやってるから、まあ、ジャパンっていうことでいいんじゃないかってことです。はい、さあプレゼントもあります。ご紹介させていただきましょう。都心圏の那須ハイランドパークでは6月中、千葉県在住の方を対象に千葉県民感謝月間が開催されます。千葉県民と分かる身分証を提示すれば、入園券や乗り放題パスのセットを特別価格で購入できます。さらに6月12日月曜日から6月18日日曜日までは千葉県民の日を記念して入園料が無料となります。子供から大人まで楽しめるおよそ40種類のアトラクションのほか、歴代ウルトラマンが大集合の超体感ウルトラヒーローズワールドや、3月に登場した屋内型アトラクションレーザーミッション宇宙爆弾を解除せよも楽しめます。この機会に那須ハイランドパークにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しくはホームページをチェックしてみてください。今日は那須ハイランドパークから入園券に乗り放題パスがついたファンタジーパスセットを2組4名様にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はお名前、ご住所、そして電話番号を明記の上、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 いつものアドレスを同じですね、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp までメールでご応募ください。アクセスをお待ちしておりますということで、ね、今日は、ね、メッセージをいただいた方の中で抽選でということになりますので、そうなんです。今の時間だったら何乗りジャパンメッセージをお送りください。はい、これ波乗りジャパンの新ステッカーを3名様ね当たりますから、うん、皆さんそちらもございます、こちらもありますよということで、はい、じゃあ皆さんからのメッセージ紹介していきますか。はい、ですね、ラジオネーム大ちゃんからいただきました。ありがとうございます。私は何乗りジャパンかというと、うん、縦乗りジャパンです。ほう、毎朝満員電車の苦痛と戦っていたのですが、うん、ふとこのぎゅうぎゅう具合はライブハウスの感覚に似てるなぁと気づき大好きな曲を聴きながらまるでライブを楽しんでるように縦乗りで楽しんでいます。本当にライブハウスにいる時のようにはしゃぐと周りに迷惑をかけるのでかなり抑えてはいますけど、この遊び方のおかげで少しは満員電車の苦痛が和らいでいるので、皆さんにもおすすめしたいですって大ちゃんさんからいただいてますよ。そっか、これあんなぎゅうぎゅうでなってて揺れるとね、ねえ、その音楽に合うか合わないかあれとしてもまあそんな気分だってさ、スタンディングのライブハウスとかでもうぎゅうぎゅうになって、それみんな楽しんでそこ行ってるわけだもんね。いやーって、そのノリが楽しいっていう感覚ですもんね、ライブだったら。そういう風に置き換えんだ脳内を。いや、この発想力が素晴らしい、ね、で確かにそこでイエーとかやっちゃうとね、うん、あの大変しかっちゃうんだけどそうはしない、周り分かんないように自分の中でね。あとヘッドホンとかね、イヤホンからの音漏れも注意しながら、しながらその中でやる分には一人目かかんないからね。音量でこれなんか自分だけでこのこっそり楽しんでる感じがいいですよね。周りにはバレずにそういう楽しみ方をしてる。でもロビンそれやると絶対ね、煽り慣れしてるから、イエーみんなとか言っちゃいそうだよね。言っちゃう。もうあとライブの後とかついつい電車で思わず歌いそうになっちゃう時があって、もちろん歌わないですけど。危ないんですよ。歌っちゃえばいいんだよ。いや危ないです。歌っちゃ動画撮られてアップされるんだよ。変な人がいたっつって。やだやだ。そうロビンさん電車の中でも絶対やる。告知かなっつっていいですね、この方素敵な発想で。じゃあ続いてお願いします。猫山さんからいた、あ、ち
ちょっと待って、猫山さんちょっと待ってね。今縦乗りジャパンでしょ。縦乗り来たよ。これ猫山さん先行こうと思って次行こう。なんだ横乗りジャパン来た。縦乗りジャパンに対して。マジで？青瀬さん横乗りジャパン。何ですか？最近はこの縦乗り横乗りというもの頻繁に耳はしませんが、ブラックミュージックが好きな自分は横乗り派かなと思います。横乗りか。まあ、きっちりした定義はわからないんですが、やっぱブラックミュージックは横乗り、縦乗り、いやいやいや、横乗りじゃないからね。そして言いたいのは、ポテコ海苔塩味は最高だということでよろしくお願いします。最近よくわかんないです。海苔塩だから海苔に引っ掛けてね。ポテコの海苔塩味が好きだそうです。ありがとうございました。いいですね。いいですか、もう名前言ったんで猫山さん読ませていただいて、猫山さん気になる。なんで猫山さん、私のメール読まないんかいって多分思ってますから。猫山さん。この方何乗りジャパンか。なんとびっくり、念願の厚輪袋が届いたので絶賛ズリ乗りジャパンです。あら、水曜ベイラインを5月から聞き始めたばかりだったのだよ。嘘、ついこの間。ありがとう、ビギナーズラックですね。嬉しいです。山寺さん、ドビンさん、島村さんのサイン入りバッジも対戦します。ありがとうございました。ズリ乗って動画レビュー、あ、動画でレビューしました。あ、この方か。さっき見ましたよ、島ちゃんが言ってた方。我々も見ましたけども、ありがとうございます。ベイラインのツイッターでも載せましたけど、ね、ジャドーズファンね。え、ね、そうそう、あのね、和製ファンソウルファンクバンドです。さっき調べたね、山ちゃん。あとね、フュージョンも、あとね、コミックバンドって書いてありました。ジャドーズはのファンだった猫山さんかな、もしかして。わ、ありがとうございます。動画もじゃあ続いていいですか。ラジオネームアライグマの星さんからいただきました。私は息子2人の母であり43歳の既婚者です。千葉某所で居酒屋を経営しているのですが、はい、女盛りノリノリジャパン状態なんです。お、職業柄なのか年齢をよく聞かれるんですが、うん、30歳前後と言われることが多いです、うん、実年齢を伝えても20歳の若い男の子から、うん、ママさん僕行きますと言われたり旦那さんいても OK などなど、あらあらあら、同世代の女性のお客さんからも、ね、うん、ママに刺激されて女を頑張ることにしたのと言われたこともとてもありがたいことなんですが、素晴らしい、実年齢より若く見られる&昔から生活感がないと言われるので、うん、居酒屋で全ての料理を作っているんですが、うん、本当は作ってないんじゃないか説が流れるなどデメリットもあるんですよって、うん、いやでもあらちょっと羨ましい、これだって行きたいな、そこそこ行きたい、山ちゃんも行きたい、行きたいよ、ね、43歳の方だけど30歳前後って、ね、やっぱ色気がねにじみ出てるんですか ね生活感もないね、居酒屋でいろいろ作ってらして ねそんで美味しい料理なんか作られた日にはもうたまらないな。まあ43歳だいぶ年下だけどね、俺から。あ、そっかそっか、一回りしたんだよね。いやでもすごい、ねま、うん、女性の方にもママに刺激されて女を頑張ることにしたって素晴らしいですね。言われてみたい、こっそりちょっとで情報をね。はい、ありがとうございます。ここまででございます。皆さん、まだまだね、何乗りジャパン、皆さん何に乗ってるんでしょうか、ぜひ教えていただきたいと思います。アドレスは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。さあね、何乗りジャパンですけども、やっぱりね、侍ジャパン、ね、これじゃないですか。3月に開催された WBC ワールドベースボールクラシック、日本残念ながら準決勝で敗れてしまいましたが、素晴らしい試合をね見せてくれました。我らが侍ジャパン、やっぱりパッとひらめきますよね。お送りするのはそんな WBC の TBS 公式テーマソングです。ジャーニーセパレートウェイズ。侍ジャパンが活躍した WBC の TBS 公式テーマソング、ジャーニーのセパレートウェイズに続いては、〇〇ジャパンというニックネームの先駆けともなったサッカー日本代表のテレビ朝日公式テーマソングです。お送りしたのはサラ・ブライトマン、ア・クエスチョン・オン・オナーでした。さあ皆さん、ベイ FM で夏のスタンバイ始めませんか。6月12日月曜からの1週間はキャッチアーリーベイ様ベイ FM パワーウィーク、皆様にいち早く最高の夏をプレゼンテーションする1週間、今年の夏を楽しむヒントが盛りだくさん、ベイ FM で早め早めの夏準備をしちゃいましょう、うん、この番組水曜ベイラインは上半期大反省会やっちゃいます。今年も気がつけば折り返しの月ね、そこで今年の前半を振り返りつつ半年間の反省会を行います。今年の夏楽しく盛り上がれるように皆さんの反省点すっきり解消しちゃいましょう。そしてプレゼントも熱いことになっていますよ、はい、あなたのお財布に一足早いプチボーナスをお届けしたい。現金1万円が毎日抽選で1名に当たります。イエイ。
さらにチャンス広がるビッグボーナス、現金10万円が合計3名様に当たります。月曜日から日曜日までの各ワイド番組にメールで参加してくれた方全員にチャンスがありますよ。現金1万円の当選者は翌日の各ワイド番組内で毎日発表しますが、現金10万円の当選者はいつ発表するのかは聞いての楽しみです。キャッチアーリーベイ様、ベイ FM パワーウィークは6月12日月曜日から、絶対にお聞き逃しなく。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。バスーク山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ、こちらは何乗りジャパンということでね、はい、まあ乗るというのはいろんな言葉でね使われますけども、山ちゃん私のやつ言っていいですか？あ、どうぞ。いいですか、はい、あのね、私結構流行に乗る乗っかるパターンなんですけど、はい、いつもね、星野源さんの恋ダンスを踊ってみたりとかやってるんですけど、今ツイッターでこれ山ちゃんにもやってほしい、彼女と自分のね、女の子だったら自分の写真を載せて、彼女とデートナウって使っていいよっていうのがめちゃめちゃ流行ってるんですよ。で、男のこの間からスタッフとその話してましたけど、そう全然ピンときてないんですけど、だから、なんていうのかな、こう自分のまず、山ちゃんは自分の自撮りを載せて、はい、彼氏とうどんナウってつぶやいていいよみたいなことをやったら、めちゃめちゃリツイートされますよ、これ。なんでみんなうなずいてるんですか、スタッフたちがさ。本当に今流行ってるの。もう一回言って。だから女の子だったら自分のねの写真を載せて、自分自撮りするの。自撮りで、まあ、誰かが撮ったような自然な、なんかご飯を食べてる瞬間、自撮りじゃない方がいいんでしょ。そう、なんか不意打ちな瞬間、なんか振り返ってえみたいな、うん、まるで彼氏が撮ったかのような写真を載せて、彼女とデートなうって使っていいよっていうのが若者で今流行ってるんですよ。だからで使い方は何でも使っていいのの意味が分かるそれロビンがつぶやく、自分のツイートで自分の顔撮って、いや私はやったの、それを彼女とデートナウってナウって使っていいよ、あなたが彼女で彼氏がつぶやいたみたいにして、そうでも実はあなたがつぶやいてることはみんな知ってるわけでしょ。そうだよ、寂しいよねそうで、ってことはだってそうでね、男のツイートのあそこじゃないんだからそう、ね、バレてるんだけど、どうだった反響すごかった、反響すごい、リツイートどのぐらい、実際の数言ってみよう、どれぐらいでしたっけ、いつもより何パーセントぐらい増したったの、いつもより多かった、500ぐらい上がった、いつもよりピーンって、山ちゃんピーンって上がったから、山ちゃんがいたら500も来ないもん、多分5000リツイートぐらいだったもん、マジで来ないよ、やってほしい、俺なん、じゃあなんてどうすればいいの、やるから、山ちゃんは自分がうどん食べてる写真をマネージャー参加に撮ってもらって、彼氏とうどんなうってつぶやいていいよってみんな、じゃあいいよ、今ロビンが撮ってくれよロビンが今俺を俺そんなの載せたことちょっと待って、やばいね、やめちゃう、髪型とかさちゃんとしなきゃちゃんとね、今何か喋ってる、不意打ちな感じだから、ちょっと横向いて、ちょっと待って、でもさ、これラジオの仕事してるってロビンと二人って知ってるわけだから、ロビンは俺の彼女みたいになっちゃうんじゃないの。あ、それはまずいけど、でもちょっと前普通普段のことがいいんだ、そうな、普段な感じ、普段俺がリュック背負って、あ、そう振り向いたみたいな感じね、いいね、いいね、いい、リュック背負って振り向いたみたいなのを今作って実際生放送でやってあ、いいじゃないですか、どのぐらいについてくるかな、いいね、じゃあちょっと大丈夫これ、振り返ってちょっと自然な感じでね、山ちゃん、ここ外だって思わなきゃなんだよねそうですよ、まあどっか歩いて、ちょっと演技して、ちょっとえ何ちょっと笑わないで、不意打ちな感じ、はい、こっち見て、あ、いい、来た、これだ、はい、これを乗せて、これをね、すごいな、彼氏とデートナウ、彼氏とデートナウって使っていいよってつぶやいたら、若者が今これもうすぐもうリツイート数を気にする山寺さんでさえもすごいことになります。なんかいまいちだな、写真が写真がいまいちだな、あれちょっとね、座りながら撮るの難しいですよね、これいまいちでした、もう一回撮ります、もう一回やります、いくらでも撮れますよ、これ生放送ですからね、もうちょっと近くやってみます。まあいやでも自然の方がいいんでしょ。そうですよ、すっごい写真としてダッサいけどいいの確かにね、もうちょっとじゃあ曲中に撮り直して、はい、曲中にやってあげます、曲中に載せて、皆さんあげますので、今皆さんのメールを読みましょう、はい、よろしくお願いします、はい、いいですね、この生放送の感じがいいですね、はい、じゃあ皆さんからのメッセージ、八太郎さんからいただいております、はい、お願いします、はい、我が家の次男なんですが、はい、おまるのりジャパンです何ですか来たね、おまるのりジャパンです
ほう、え、今日からオマルデビューしたのですが、なかなか、あれ、ちょっと待ってください、ロビンさん、オマル知らないんですか。何ですか、オマル。オマル知らないんですか。オマル、赤ちゃん、子供が乗るやつですよ、トイレですよ、家の中でね。あれオマルって言うんですか。今日からオマルデビューしたのですが、なかなかおしっこも出ず、立たせた瞬間に床にしてしまったものです。失敗を恐れるな、頑張れ次男。あというね、そっかそっか、ね、ね、どんどんそっからね。のび覚えてないですよ、自分がオマルになったのは。いや、覚えてないな、記憶にないけど、いつからね、いつデビューしたのか忘れちゃったな。ね、頑張ってくださいね。じゃあ続いてラジオネーム、もこにゃんさんからいただきました。僕は油のりジャパンです。毎週お気に入りの家系ラーメンを食べちゃって、その他でもだいぶ食べ過ぎてしまって、それなりに動いているはずなのに全然痩せません。痩せるどころかじわじわと油が乗ってきています。牛だったら食べ頃ですよって。あ、そうか、ラーメンね、ラーメン食べ美味しいですよね。カロリーちょっと高いけど、どうしても食べたくなる気持ちは分かりますけどね。山田さんもラーメン食べたりしますか。これ今ちょっと写真を加工してるんですね。加工してるの。このぐらい寄った方がいい。あ、確かにアップの方がいいですね、うん、もう山田さん自分のね加工に夢中だから、今いい感じになんかエフェクトかけ出したからよ。はい、曲の間にます。曲の間にね、こちらペコリーナさんからいただいております、ありがとうございます、はい、女性です。場が盛り上がるとハメを外した行動を取ってしまう私は、うん、悪ノリジャパンです。あ、悪ノリ来た。あ、先日も友人の子供と鬼ごっこをしていて、うんうんうん、鬼役になった私は鬼の形相で追っかけましたら、子供が大はしゃぎで喜んだので、ついつい過剰な演出で調子に乗って、過剰な演出で鬼役をしていたら、今度は怖がって真剣に逃げ回り、最後には大怪我を負わせてしまった。ダメじゃん、怪我はダメ。大怪我どうしたの。大怪我。悪乗りしすぎだと猛省。あら、やっちゃったね。うえっつったら本気で、気合入れてやっちゃったのかな。わかるな、俺わかる、ね、俺もある、こういうことやっちゃいますか。悪乗り、なんかみんな集まって、なんか、うん、ね、友達の子供とかもいっぱいいる、はいはいはい、喜んでるから、そう、ね、その気になっていろいろやったら本気で泣き出すっていうのね。経験ありますよこれね。あります、あります。これね、あ、ラジオネーム市原にはイケメンがいるさんも悪乗りジャパンで来てましたよ、はい、ちょっとだけもうちょっといたずらするのが大好きで、ついつい悪乗りしちゃいます。本気で怒らない、怒られない程度ですよって。この方は怒られない程度にやってるみたいですけどね。わかりますよ、その悪乗りしちゃう ね、 ね、気持ちもね、はい。もう一個いきましょう、こちらもね、はい、ペルコとブタさんからいただいております、ありがとうございます。私はバイク乗りジャパンでございます。バイク、去年オーダーしたバイクが国内の規制の問題で納車が今年の2月になり、やっとこさシーズンやってまいりました、うん、が冬に納車予定であったため、急遽夏の装備を整えることに。ほう、バイクはスーパースポーツのため軽装備というわけにもいかず、上下レザーを使った重装備。あ、やっぱりウェアね、バイクウェアっていうのはバイクだからやっぱりね、短パンみたいなわけにいかないわけですよ、ね、ちゃんと、ね、T シャツってわけにいかないから、うん、上下レザーね、夏場にメッシュのレザーといえど長袖長ズボン、シーズン真っ盛りの夏に1日乗ってたら2キロほど痩せるレベルで汗をかく、ことになるため、ダイエットとしてもバイクはおすすめの乗り物。そうなんだ。体力がないとゴムのため、ド S な方にもおすすめ。あ、ダイエットしたい方、そしてド S な方におすすめだそうです。ド S な方、確かに夏はね、バイクからも熱い熱が出るわけでしょ、ね、そっか、で直射日光で長く乗ってたら大変だから、でもね、やっぱり長袖長ズボンじゃなきゃいけない。そうですね、しっかりと自分の皮で。暑そう。あ、でもね、出してても日焼けするから隠すのはいいんだろうけども、レザーだからね、まあいろいろ考えられてんだろうけどもね。すごいですね。暑いんですね。うん、ありがとうございます。あ、かっこいいバイクの写真も。あら。ね、ありがとうございます。素敵な、ありがとうございます。はい、これだね。いいですね。さあ皆さん、何乗りジャパン、まだまだ募集しますよ。何に乗ってるんでしょうか。何乗りジャパンなんでしょうか。教えていただきたいと思います。はい、アドレスはベーラインアットマークbayfm.co.jp BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。プレゼントもね、ありますのでね、はい、はい、ということで、それではここで何乗りジャパンにちなんで2曲続けてお届けしたいと思います。まずはベイビーレイジャパンのデビュー曲をお送りしたいと思います。私もこの曲大好き、ベイビーレイジャパン、栄光サンライズ。センター金髪の林真奈ちゃんのパフォーマンス、アイドル界一に争う実力じゃないかと言われているベイビーレイズジャパンの栄光サンライズ、続いてお送りしたのは、はい、吉本興業のお笑いタレント11名で結成されたユニットリージャパン、2001年にリリースされたデビューシングル明日があるさでした。
Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。いやちょっと私もね、悪ノリというかロビンにつられて、ね、まあ、番組内実験としてね、私のツイッターを使ってに使っていいよ今ね、彼女ってなんて彼氏とデートなうに使っていいよっていうのが若者で流行ってるんですけど、山寺さんがね10分前につぶやいたところ、すごい、やっとわかったよ俺。や山ちゃん、はい、もう3000リツイート超えてますよほら、すごい、ロビンの500アップをね。でしょ、俺その前に今日明日の夜坂本サトル君のバースデーライブでしたら69しかまだついてきてないの直前にやったの。だからやっぱ俺としてはそっちの方が大事な情報だったのにさそうなんだよね、やっぱりこう流行り物ってすげえんだな。やっぱ流行りに乗っかってった方がいいですよ。乗ってった方がいいんだね。そう、乗ってった方がいい。でも俺ね、もう早くこんなことしてる、あのね、これはあの番組ベイライン、ザ・ベイラインの実験ですって早く言いたいんだけどまだこのままにしといた方がいいよ。まだじらしとこう。みんなに、あ、山ちゃんこんなことまでつぶ、山ちゃんツイッターの遊び方知ってる。もっとよく映る写真にすればよかった。いや、山ちゃんこのちょっと見えちゃってるベルトがいい、なんかちょっとなんか油断してる感じがいいよゾゾタウンで買った T シャツ初めて着てきてよかったいやすごいですね。いやロビンさん、これからもご教示くださいよろしくお願いいたします。やっとこの使い方やってみて分かった、あ、そういうことなのかってね。山ちゃんに30回ぐらい説明してやっと分かってくれたから、もう大変ですよ。こっちもメッセージお願いします。はい、いいですか。皆さんは何乗りジャパンなのかね、今日今やってますからね、はい、ですね、ラジオネームスペシャルエクスプレスさんからいただきました、はい、男性の方ですね。自分は車乗りジャパンです。西は広島、北は北海道まで自分で走っていきました、うん、車を運転するのが本当に好きなので日本全国を走るのが目標です。愛車はお仕事じゃなくね。そうなんですよこの方、うん、愛車はハイブリッドカー、プリウスなので燃費も気にせずに行くことができます。やっぱり燃費はね、長距離乗るとね、完全にドライブバカですねって、いやー羨ましいな。休憩をねちゃんと取って長距離の場合は ね、しっかりと安全運転で、お願いいたします。止めてください。アビコのなめ猫さん、はい、あのこの方もね、便乗ジャパン、便乗ジャパン、便乗して乗ってるということで、なんだろう、花丸うどんに反応。だってトラックで花丸うどんを運んでますから。あ、そうなの。確かに一昨日からそうめんが荷物に増えました。先ほどそうめんの話があったんで、ね、話題出ましたよね、エンタメニュースで、エンタメニュースとかありましたけどね、うん、この方はちょうどそれを運んでるから確かに増えてますよという情報をいただきました。 ありがとうございます。もうすぐ夏ですからね、うん、じゃあもう一ついきたいと思います。ラジオネームポンプさんからいただきました。毎日忙しく睡眠不足の私は電車の中でもトイレでも食事の後座ったままでもテレビを見ていてもスマホをいじっていてもいつでもどこでもうとうとして船を漕いでいるので船乗りジャパンですですって大丈夫ですか、ポンプさん、大丈夫ですか。 ねえ、もうどこでも打とうとしちゃうんですね。どこでも打とうとしちゃうというのは睡眠がちゃんと質のいい睡眠が取れてない可能性がありますから。あ、確かにね、無呼吸症候群とか大丈夫ですか。あ、気づかないうちに ね、それ疲れ取れてない可能性本当にありますから。うん、なんとなくだったらいいですけどもね、大事な時にね。そうですよね、しっかりと、それいけないんで、で質のいい睡眠をちゃんと取ってくださいって心配になっちゃいましたけどね。しっかり寝てくださいね。こちら何々ジャパン、菜の花バファローさん、はい、私は青春18切符乗りジャパンです。そうなんです。青春18切符は在来線なら1日2500円で乗り放題になる夢の切符ですが、私はこれを使って毎年神奈川から大阪へ旅行に行きます。7回ほど乗り換え8時間半の旅になります。西へと行くにつれて景色の変化もそうですが、電車に乗る人の方言も名古屋弁関西弁など変化するので、新幹線では味わえない独特の楽しみがあります。あ、青春18切符、いやいいですね、景色を楽しみながらね、使ったことありますか、青春18切符。ないんですよね。これでゆっくり旅をしてみるっていうのもなかなかいいのかもしれません。確かに景色をしっかりね眺めながらいいですね、はい、じゃあもう一ついきたいと思います、はい、ラジオネーム立山の大五郎さんからいただきました。ありがとうございます。自分は脚立乗りジャパンでしょうか。ほう、毎日脚立に乗って作業しています。あ、今日はアパートのクリーニングです、うん、ですって。あ、脚立、ね、どのぐらいのね、あれですかね、ね、確かにもう低いのが高いのまでありますからいろんなのがありますよね。気をつけてお仕事なさっていただきたいと思います。本当に、しっかりと気をつけてください、いろんな乗りがあります。ズートルビから始まるさんはね、あ、来ちゃった。何ですか。ただ乗りジャパンだ。あ、ただ乗り、ただ乗り行けないんだ、行けないんだ、
僕は日本を代表するグラフィックデザイナーであり、サンタナなど数々のアルバムジャケットも手掛けられている横尾忠則さんが昔から好きなので、横尾忠則ジャパンです。あ、そう、お後がよろしいようで。いやそれにしてもいろんなノリありますけど、私本当に先ほどからやっているこのね、ツイッターでの、はいはい、すごいな。ツイッター面白いですね、こうやって生放送で、ね、皆さんもね、山寺さんすごい、山寺さんの写真を使ってねデートなおってつぶやいてる方たくさんいらっしゃいますよ。さっきからね、なんで俺が彼氏とデートなうって載せんだってずっと聞いておかしいと思うでしょ。みんな分かってたの、そういう使い方。分かってた、分かってた、分かってた。やったこと使ってんですか。やったことはない、ね、今日若手のスタッフが女性いらっしゃいますから。いらっしゃいますけどね、これ。そうですか。これ山寺さんのリプでね、あの男ですが使いますっていうリプが結構来ますよ。男男性で俺とデートしてるっていうことでこれをツイートするというね。そう、いやー、あ、え、関トーカス、トーカスが来た。そうなんだ、声優の後輩であるね。あ、そうだ、この後の話、そんなこと言ってしまちゃんのことすっかり忘れてた。さあ、この後は今日は調子に乗ってると言っていた街角 DJ しまちゃんこと島丸ゆきおさんが登場して、まるのリジャパンになるためのことを教えてくれると言ってましたけど、どこに出没するのか、うん、皆さん6時台のお疲れ川柳も送っていただきたいなと思います、はい、アドレスはbayline@bayfm.co.jp です。お待ちしています。トモカスありがとう。ツイッター。ウィスパースネオ。ワンチュー。あーの街角。バスーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、時刻は午後6時を回りました。いや、あの先ほどのね、はい、デートナウの使っていいよね、え、もうまさかの1万リツイート越しましたからね。どうしたもんだっていう生放送。すげえな、すごいですね、勢いが。相変わらずその直前につま、あのつぶやいたやつ69のままだからね。明日のね、明日の告知ね、明日のお知らせ、ぜひそちらもリツイートお願いします。お願いしますよ。さあ、6時台の集まり、いつものようにこのコーナー、島村由紀夫、しまちゃんがいろんなスポットに現れます。新宿ボス街角 DJ のコーナー、はい、さあ今日はどこなんでしょうか。呼びたいと思います、ゆうきょう。乗ってる乗ってるジャパン。あれ、うん、乗ってる乗ってる、うん、空回りジャパン。今日ね、大丈夫、あの何でもいいジャパンということで、はい、ちょっとね、軽トラに乗ろうか、トラクターに乗ろうか、うん、コンバインに乗ろうかといろいろ考えたんですけど、いろいろ持ってらっしゃるからね、しまちゃん実際に、農業、農業以外でって言われたんで。あ、農業以外って言われちゃったんだ。今日はね、今日は違うですね。あら、しまちゃん、今日の雪は飛行機乗りジャパンです。飛行だいぶ、はい、なんかそれは無理でしょ、規模が、無理でしょ。やってきたのは飛行場ではなく、なんと住宅街なんです。住宅街、総武本線の津賀駅西口から歩いて2分のところにあります、はい、フライトアミューズというところにやってまいりました、はい、4階建てのテナントビルの2階にあります、まあ、事務所ですよね。そこにフライトシミュレーターがドドーンと鎮座しているところなんですね。シミュレーターが、ここフライトアミューズさん、はい、飛行機に関する基本知識から、うん、シミュレーターを使った本格的な、この操縦技術を学べる飛行機専門スクールなんですね、うん、ということで、早速教官にお話を伺いたいと思います。こんにちは、フライトアミューズの後藤です。よろしくお願いします。後藤さん、はい、さん、もうちょっと鬼教官というイメージ全くない、本当に笑顔の素敵な先生ですね。ニコニコとお教えします。あ、ね、これでも飛行機の専門スクールって本当珍しいですよね。そうですね、こういった形は少ないかと思います。これいつ開校されたんですか。実質的には去年の夏ぐらいからやっております。まだ1年で、後藤さんはですね、元大手の航空会社のパイロットだったということなんです。まあ、そうでしょう。大体どれぐらいのキャリアがあるんですか。そうですね、30年ほど勤めまして1万2000時間ほど飛びました。いや、相当なベテランですね。まあそういうことでしょうか。主にどんな機体を操縦されてたんですか。私ぐらいの年代ですので747とか、まあ、いわゆるジャンボとかそういうのを経験させていただきました。ジャンボジェットのあの747ってやつでしょ、ね、有名な。そうですね、うわ、子供の頃の夢でした。憧れですよ、パイロットって。ありがとうございます。で今おいくつなんでしたっけ。
去年定年いたしまして今61歳になりました。第二の人生ということですか。そうですね、道楽でしょうか。でも第二の人生もやっぱりあの、ね、あのフライト関係でということですね。こんなことしかできませんのでいやいやすごいことですよなるほど、かっこいい、ね、ここフライトアミューズさんでどんな方が通ってるんですか。そうですね、純粋な航空ファンの方から、まあ、ライセンスをお持ちの方、またあの将来パイロットとして就職したような方、そのような方がいらっしゃいます、うん、そういうパイロットになりたいという方々も来るんですね。そうですね、やはりあの大手航空会社の就職試験なんかもございますし、うん、やはりそういった方がやっぱり体験の意味でいらっしゃることがあります。そういう試験、パイロット試験っていうのは結構狭きもんなんでしょう。これはなかなかで倍率が100倍から200倍と言われています。何名ぐらい応募されるんですか。だいたい1万人から2万人受けられて通るのが50名くらい、相当狭いですね。いや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 、でもこういうシミュレーターというのはかなりリアルにできていて、適性みたいなものっていうのもちゃんと掴むことができる。そうですね、あのご自分の持ちの適性を磨いていただくためにですね、なるべくリアルなものとしております。はい、ということで今僕操縦席に座っております。で目の前はですね、はい、42インチの、モニターが前、うん、左右と、これ180度ロケーション見ることができるようなあの今状態ですよね。あ、そうですね、飛行機にとってやっぱり前から真横まで見えることは重要なことです。それで、そのモニターに、はい、コックピットが映ってるんですけれども、まあ、空も見えて東京タワーとかも見えるんですけれども、これはソフトを変えるといろんな機種にあの変更することができる。そうですね、だいたいこちらでは 12,3 種の機種ができます。なんかグライダーとか。そうですね、グライダーからあの一つのエンジンの飛行機セスナ、それからジェット旅客機までいろんな機種をあの体験していただきます。あの懐かしい YS11 とかも乗れるんですよね。そうですね、私が個人的なファンもありまして YS11 が入っております、うん、いやそうか、そういうソフトを入れる入れないっていうのはやっぱ趣味が出てくるわけですね。もう私の趣味の塊です、ね、そうなんだ、なるほど。さあ、すごい、ということで実際、機長は誰だ、機長は幸男だということで、ちょっとあの後藤さんにレクチャーをあの受けながらですね、実際操縦して飛んでみたいと思いますが、僕が乗る操縦するあの機体は何でしょう。これは 737-800 という新しい機体です。国内線主に飛んでおります。これ現役ですか。現役の機体でございます。うわちょっとね、しまちゃんできるの、あの僕、はい、操縦桿を握りますよ。ちょっとマイクをね、はい、じゃどんな感じになるのか。これ相当ですね、リアルにリアルに今 CG 画面がですね、相当リアルですね。はい、これどういう風に指示になればいいんですか。それではタワーの方からクリアルフォーテイクオフ。あ、クリアルフォーテイクオフ。じゃあパワーをセットします。あ、はい、あ今エンジン一気に全開ですか。これテイクオフパワー、離陸推力がセットされます。あ、すごい音が変わりました。あ、今これで何キロぐらい出ますかね。そうですね、今から加速してきまして、はい、時速200キロぐらいのところで、機種を上げて離陸していただきます。これ今乗客何人ぐらい乗ってますか。今日は120名ほどでしょうか。120名の皆さん、そうだよ、はい、命を預かってるんだよ。僕は全てを握ってますよ。命を、全てを握ってますよ。みんなの今何キロぐらい出ましたか。ほぼほぼ200キロに達しております。移動程度上げてください。上げます。どんな感じなの。よいしょ、あ、今機長上げました。よいしょっつって、前のロケーションが一気に変わりましたね。一気に変わりました。飛んでんの、どうなの。うわ、どうなの。横のモニターを見るとですね、うんうん、どんどん角度が上がっていってます。上がってるの分かる。そりゃそうだよね。うわ、どうだ。音の臨場感がすごい。これは何フィートぐらいまで上げますか。今日はセットは1万フィート3000メートルくらいまで上がりたいと思ってますけど、少し頭を下げてください。上がりすぎましたね。ちょっと乗客の皆さんざわついてます今ちょっとすいません、このぐらいで維持してください。うわ、もうですね、今これどれぐらいまで行きました。高さ、高さがですね、今、2000フィートぐらいですか。そうですね、2600フィート。うわ、もうじきの1000メートルぐらいには達しますね。いや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 、あのね、これ機種をちょっと左に曲げてもいいですかね。はい、どうぞご自由に旋回してみてください。うわ、全体が一気に、うわ、地平線、水平、あ、地平線が一気に動きますね。あ、これ旋回すると少しパワー落ちるんですね、うん、おっとちょっと曲げすぎかな。パワーそのままですけど、あの、バンク、飛行機の傾きをここで止めて維持してくださいね。あ、これで、はい、このくらいで前につけてください。島村ちゃんとやれ。山々が一気に流れていますね。こんな機長は大丈夫なのか。もうちょっとこれであの大丈夫ですかね。
一旦ちょっとこれ止める感じでビビってる。しまむらビビってる。ビビってない。富士山が見えてくると思います。頑張れよ。頑張れ。相当ですね。今、うん、相当傾いてます。傾いておりますが、ちゃんとしてですね。ね、うわ。左側の眼下にもう相当ですね、民家とかいろんな街並みがですね、小さくなっていますね、はい、左で下の方が、ね、横浜が見えてます、ね、横浜、はい、千葉の方行きたかったんですけどね、間違えましたね間違えた反対方向です、千葉ちゃん反対だって、ね、じゃあちょっとこんな感じでちょっとこれ止められますかね、じゃあ一回シミュレーターを停止いたします、千葉ちゃん息切れしないのかこれどう緊張しますね、そうですね、シミュレーターとはいえ人間は目で見ることで緊張してしまいますね、相当 CG 周りの景色雲、うん、表情が、うん、まあリアルですね、そうですね、なるべくリアルにして緊張感を持って掃除していただきたいと思ってます、これ操縦感っていうのも相当ソフトな感じですね、触りが心地というのが、そうですね、実際の飛行機は操縦感を激しく動かすイメージがあるんですが、実際には非常にソフトでデリケートなものです、本当にね、なんていうんだろう、柔らかいものをちょっと添えてるぐらいな感じ の印象ですよね、そうですね、基本的には操縦桿は生きた小鳥をそっと握っておくようにと教わっております、でさっき僕実はセスナを飛ばせてもらったんですけれども、セスナはちょうど海浜幕張の上空飛んで、マリブタワー WBG の上をね、僕ちょっとずっと遊覧してたんですよね、あらどうでした僕のセンスは、初めて触られたということなんですけど、大変センスのいいな方だなと思いました、あらじゃあ僕これパイロットになっちゃうんですかね、今からでも十分と思います、まあでも僕どっちかというと CA さんキャビンアテンダントとの夜のフライトの方がいいんですけど、バカ野郎、そちらも OK と思います OK 後藤さん後藤さんありがとうございます、後藤さん乗ってくれてるんだろう、興味を持ったリスナーの方もいると思うんですけども、これ体験コースとかもあるんですよね、そうですね、初めての方は基本からお伝えするので、大体30分で終わるコースというのを考えております、相当気持ちよくフライトすることができますね、基本をしっかり習えば自由自在に操縦できるようになります、これ天候も含めて海外とかも飛ぶことができるんですよね、ソフトはね、そうですね、世界中の空港が入っていますし、天候は雨、嵐、霧、いろんなことができます、いやこれ多分興味持った方がいるたくさんいると思うんで、ぜひフライトアミューズの PR 本を後藤さんお願いします、航空ファンから、ライセンスを目指す方、いろんな方いらっしゃってください、なるべくリアリティのある形で正しい操縦をお伝えしたいと思っております、さあどうですか、スタジオの2人ちょっと僕かなり汗ばみましたけれども、音だけなんだけどね、なんとなく伝わってきましたよ、その緊張感と、やっぱりね、男の夢というかね、なかなかね、座れる場所じゃないから、ぜひシミュレーションをやってみたいな、かなりリアルなフライト体験することができますんで、この後僕とりあえずオートパイロットの方に、ね、なると思いますので、ということで千葉市須賀駅前にあります、フライトアミューズから今日はお届けいたしました、いやもうちょっと今自動操縦になりましたんで、じゃあもう大丈夫です、そういうことなのね、なんかよく分かんなかったけど、はい、そういうことです、ありがとうございました、以上楽しみました、ありがとうございました、後藤さんありがとうございました、どうもありがとうございました、後藤さんありがとうございました、ありがとうございます、ね、とかにあります、フライトアミューズというね、元機長さん、大ベテランの一番2000時間飛んだかというね方が教えてくださるスクールということですけども、いや、ね、体験どうでしたろう、いやしかも世界を飛べるっていうのがね、やってみたいなと思いました、日本でも相当リアルにできてるんですね、だからこの景色だけじゃなくて、景気もそのいろんな機種に合わせて、この景気類もそのシミュレーターのこのモニターの中に出てくるから、いろんなやつをねできる、操縦桿は実際握るけどもという、そんなことだったんですね、小鳥を置くように触るって言ってましたね、小鳥を置く触るように触る、小鳥を置くように置いてどうするの、ずっと握ってなきゃいけないの、操縦桿は優しくて、そうそうそう、ガッガッガッとかやらないんですね触る、ね、握るとかじゃないね、触るようにって言ってましたね、いやいや、どうですか、車の免許に続き ね飛行機のライセンスなんてもね、ちょっとね、将来大金星になってね、自家用飛行機なんかね、ハリソンフォードみたいに飛ばすなんてもね、夢のまた夢ですね、本当にそんなのだったらすごいと思いますけどもね、はい、いやー、しばちゃん貴重な体験ということで、はい、伝えてくれました、ありがとうございました、さあこの後6時台はですね、お疲れ川柳いつものように大募集でございます、皆さんのお疲れの理由を575川柳にして送っていただきたいと思います、プレゼントもございます、那須ハイランドパークから入園券に乗り放題パスがついたファンタジーパスセット、こちらを2組4名様、そしてベイ FM もオフィシャルパートナーとなりサポートしている波乗りジャパンの新ステッカーを3名様、
皆さんメールどしどし送ってください。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。島ちゃんのレポートを受けてお送りしたのは、私はドジでノラマ仲間という名言が話題を呼びました。83年のねドラマスチュワーデス物語の主題歌、朝倉美希 What a feeling でした。リリースフラッシュ。さあ今日水曜日は新曲リリースラッシュの日です。そこで気になる新曲をフラッシュで聞いてみましょう。まずは今や絶大な人気を誇る女性ボーカルグループ、リトルグリーモンスター。2014年にメジャーデビューをして今年で3年目、5月22日にはアースウィンド&ファイアーの日本武道館公演でなんとサポートアクトを務め、年齢差50歳のコラボレーションも実現、さらなる注目を集めています。お送りしたのはリトルグリーモンスター、だから一人じゃないでした。続いては正体不明バンド、神様僕は気づいてしまった。公式ホームページでは4人組バンドであることが書かれていますが、それ以外のことは一切わからない状態にもかかわらず、デビューシングルとなるこの曲は春さん主演のドラマ、あなたのことはそれほどの主題歌になっています。お送りしたのは神様僕は気づいてしまった、 CQCQ でした。変わってはご当地出身のシンガーソングライター星野みちる。4月からモザイクナイトで毎週月曜日深夜3時からレギュラーコーナーもスタートし、リミッターなしのトークも話題です。今回はこの曲と鏡の中の私の2枚の7インチプラス CD を同時リリースしています。お送りしたのは星野みちる、流れ星ランデブーでした。ラストは兵庫県出身のシンガーソングライター坂本翔吾。過去にはミュージカルテニスの王子様や大河ドラマ GO 姫たちの戦国に出演するなど、役者として将来が期待されていましたが、音楽への強い思いから地元兵庫で音楽活動を開始。そしてこの度この曲で念願のメジャーデビューを果たします。お送りしたのは坂本翔吾、花声でした。はい、4曲ラッシュ、フラッシュで聴いていただきました。うん、いやでもこのバンド名が神様僕は気づいてしまったってかなり印象的ですよね。はい、4人組、個性的なね、4人組以外はまだ分からない正体不明ということですか。すごい気になりますよね。これからどんどん分かっていくんでしょうかね。いろんなこと気になりますけれどもね。それとも明かさないまんまいくのか、どうなんだろう、どういう風になっていくのか。はい、それからリトルグリーモンスターね、はい、今この紹介のある私も言いましたけども、すごいですよ、アースウィンドアンドファイアーですよ、世界の ねだから50歳差があるんだ。一番下真中ちゃんで16でね、あの一番アースの一番上の人は66で、すごい50歳、だからリトグリのオリジナルもやった後にね、アースウィンドアンドファイアーになってセプテンバーで呼ばれて一緒にやった。セプテンバーってアースウィンドアンドファイアーの中でも大曲だよ。すごいですね。絶対俺学生の時もうガンガン聴いてたけど、リトグリが大好きな。だってね、アースのファンがたくさん来てて、やっぱりリトグリのパフォーマンスに納得すってね、盛り上がるってことは、それだけ実力があるって歌唱力がすごいですね、ことですよね。ってことで、はい、じゃあそのリトグリ聞いていただきましょうかね。お願いします。はい、リトルグリーンモンスター本日リリース、だから一人じゃない。泣いて泣いて泣いてもがいて何度だって乗り越えてゆこう。掴むんだ今日リリース、リトルグリーンモンスター、失礼しました、リトルグリーンモンスターだから一人じゃないでした。ね、素晴らしいハーモニー聞かせてくれてますけども、いいでしたね。本日リースのその他の注目曲行く前にですね、はい、ちょっとね、いいですか、島ちゃんらフラッシュ、そう、島ちゃんフラッシュ、島村幸男情報が入ってきてますね。なんかね、あのザ・ベイラインの公式ツイッターを見ていたら、あの彼氏とデートなうって使っていいよ、山ちゃんじゃなくてさ俺のリツイートしてよ、ほら飴食べるかいって、ちょっとね自分の指を加えちゃってる、ちょっと変な写真が上がってて、これベイラインのツイッターなんですか。そう、今2分前につぶやいててリツイートされてるのが、4リツイートですね。
あのね、島ちゃん余計なこと書くからそれ。そうそうそう。山ちゃんどうのこのって聞いてない人よくわかんないし。そう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 。飴食べる書いて飴とかこうやって指いく。ああ、ぜひ皆さんザ・ベイライのツイッター見てほしいんですけど、ね、放送終わるまでに何リツイートいくのかね、こちらもお楽しみにしていただきたいなと思います。ロビンがシンプルにいけばダメなのよって怒ってます。俺もだってさっき全然わかんないのにそう言われた通りやっただから。とにかくもう余計な情報入れないでシンプルに。それが一番。はい。じゃあいいですか、本日リスのその他の注目曲、はい、よろしくお願いします。紹介しましょう。ただいま第9回選抜総選挙の真っ最中、平成29年度 NHK 全国音楽学校コンクール中学の部の課題曲です、うん、AKB48 願い事の持ち腐れ、それからアニメプリプリちーちゃんのエンディングテーマですね。スフィアのねメンバーの一人としても大活躍です、うん、私も朗読でね一緒の舞台に立ちましたよ。豊崎亜希ハニー&ループス、うん、そしてこちらドラマ母になるの主題歌安室奈美恵Just You and I、 はい、こちらも今日リリースになりますので皆さんぜひチェックしてみてください。以上リリースフラッシュでした。 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。まず岡山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあこの時間いつものようにお疲れ川柳行ってみたいと思います、はい、あなたのお疲れの理由を五七五の川柳にして送ってくださいということでいただいております。ラジオネーム鶴安さんからいただいたお疲れ川柳。風呂入り湯船の膝があざだらけ。どうしました、ロビンさん。ちょっとね、急にヘッドホンがね、ガシャガシャってなって。ガシャガシャってなっちゃってね。もう一回いいですか、もう一回いいですか、いいですよ、もう。いいですか、鶴屋さんからいただいたお疲れ川柳。風呂入り、湯船の膝があざだらけ。難しい感じありましたか。いや大丈夫ですよね、合ってますよね。合ってます、合ってますよね、すいませんね、ちょっと今いろいろ自分の中で合ってますよね。湯船の足がですよ今ね違うなって思ったでしょ。膝じゃない今、ね、足という、絶対違うなって思いながらね、ちょっと客というふうに客と書いて足ですよ、ね、湯船の足があざだらけですよね、鶴屋さん、はい、すいません、もうね、ポーッ足のあちこちがにあざがあるというね、うん、ああそっか、ぶつけた覚えがないけれどもというね、そういうやつですよ。風呂入って改めて見るとあれれれれ、ね、そういう、まあ主に膝のとこなんでしょう、ね、膝より下はの湯船の中に入ってることが多いですからね。そうなの、そうなの、私にもあります、そんな経験が。鶴屋さん本当にすいませんでした。はいはい、続いてはこちら参りましょう。ね、ミネミネさんからいただきましたお疲れ川柳、うん、アリンコめ我が物顔で家の中。朝台所を見たら夜にジュースを飲みっぱなしだった子供のコップの周りにアリがさわさわさ、洗面所を見たらフルーツの香りがする歯磨きチューブの蓋の周りにアリがわさわさ、朝っぱらからそこら中除菌スプレーをかけ拭き掃除をする羽目に、やんだこだん、がおったん。あ、この仙台のことなんでね。あ、そっか。懐かしいな、がおった。何ですか、どういうことですか。疲れることをがおるって言うんですよ。そうなんだ。がおったわ。今日忙しくてがおったんだ。疲れるっていう。やんだこだん。本当にもう。ねえ。嫌だなっての、やんだっつのさ。やんだっていうの。ちゃん。アリンコメだ。最初、アリコメだと思ってね。アリンコメ我が物顔で家の中。アリコンが勝手に入ってきたのかと思った。ね、アリンコとアリコンってそっくりだね。本当ですね、言われてみれば。いろんな意味じゃないか。じゃあ続いて、ラジオネーム、あんこ1105さんからいただいた、お疲れ川柳。気がつけば、この道、今日は8回目。自分で行かせたらいいんでしょうが、田舎なのでバスもあまりなく、女の子なので夜は危ないし、心配のこともあり、送り迎えの毎日。毎日毎日、娘の習い事や学校、塾の送り迎えでヘトヘトな気持ちを川柳にしました。なるほどね。あ、まあ、できれば585、585、585って。あ、七五調で読んで欲しかったけどね。え、どういうことですか、うん、七五調で、あの、くっぽく読んで欲しかったってことですか。いや、やめなさい、ちょっとやってください。え、何ですか、ちょっとくっぽく。気がつけば、この道今日は8回目。ああ、それが正しいのか。この道今日はが7なんですよ。ただね、文章でこの道、今日は8回目っていう文章なんですけども、あ、すいません、公開ダメ出しになっちゃいました、ね。日本語難しいね、本当に。ボストン生まれの育ちしょうがない。難しいよ、はい、勉強になります。さあ、続いてコッコちゃんからいただきました。はい、お疲れ川柳。
詰め替えの洗剤こぼして泡だらけ。日々仕事と家事に追われています。洗濯も何回も何回も毎日何回もするので洗剤はなるべく安く済ませたいですよね、うん、だから安くて2倍入っている詰め替えのものを買っています。本体に洗剤がなくなるのはなんだかいつも忙しいタイミング、時間のない中で慌てて入れるもんだから勢い余ってバーッと溢れ出てしまいます。もちろんその辺はぬるぬるの泡だらけ、ね、せっかく安い洗剤買ってもこぼして無駄だわ掃除しなきゃで、あ、無駄だわ掃除しなきゃで、時間取られるわ。一度やるとしばらくは気をつけてこぼさないんですが、忘れるところにまた同じことやっちゃいます。わかるね、じゃあ私もそうだ、せっかく詰め替えのものね買ってもジョバってやっちゃうとね意味がない。廊下でこぼえて拭いてもね、あのベトベトがなかなか取れなくてね、なかなか取れない、また濡らさなきゃいけないしね。そうなんですよ、なんかいい方ないかね、あれスポイトでこう吸い取るってのもあるんでしょうね。まさかの雑巾とかタオルで吸い取ってまた絞って使うわけにいかないし ね洗剤ですからね。そうで ねもったいないけど、なんとかできないか。僕はこぼ洗剤だったらこぼしたやつをこれから洗う洗濯物でこう拭いてそう入れるっていうことは やったことありますね。いいんだか悪いんだかちょっとよくわかんないけどいいのかなそれやったことあります、ね、はい、じゃあもう一ついきたいと思います。ラジオネームゆうりさんからいただいたお疲れ川柳。帰る前ギリギリ電話出たくない。ほう、急な仕事で対応に追われ、よしやっと終わったと思ったら、また違う担当者から急な仕事の依頼が、うん、月末の事務処理などいろいろしなきゃいけないのにと、もう半泣きです。ああ ねえ、まあ忙しいのお仕事っていいことかもしれませんけれどもね、せっかく終わったっていうところに終わったっていうところがなかったくるとね、過ぎちゃってばねもうねあんなんだけどその前だとねそうなんですよね、お仕事やんなきゃいけなかったりするわけか。ああ、ゆうりさんお疲れ様です。お疲れ。続いて、けいこさんからいただきました、お疲れ川柳。病院食、噛めよ噛め噛め、1時間。この方入院してたんですけども、うん、本日10時に8日間入院して無事退院しました。ということでその一句なんですけども、甲状腺腫瘍、全身麻酔6時、あ、甲状腺の腫瘍やったのね、全身麻酔6時間もの長い手術で取りました。首に大きな手術の後、術後患部が腫れ、お粥から開始した入院食は、よく噛んで少しずつ飲み込んで、とってもとっても時間がかかります。健康な時なら10分足らずの朝食も1時間かけて、もう咳込みながらの食事。完食するのにほんと疲れました。夜は痛みで全く熟睡できない日々もやっと終わりました。本当に疲れました。飲酒喫煙しない高音ボイスの私が、手術後に発した声は椿鬼奴さんのように枯れてか細くなってしまったショックです。元に戻るのになんと3ヶ月かかるんです。くじけずリハビリ頑張りまーすー、ね、でもねきっと戻ると思いますから ね、うん、またね綺麗な声高音ボイスになると思いますけどもね、うん、いやーこれは大変だったね。大変ですね、1時間もかけて。そうですよ、食べなきゃいけない6時間もの長い手術。僕もね、膝の手術昔した時やっぱ6時間ぐらいかかったの。そうなんです、ね、まあ、全身麻酔で覚えてなかったけどその後ちょっと辛かったけどね、今全然元気ですけどもね。この方違う病気ですけれどもね、はい、お大事になさってください。はい、おめでとうございます。はい、そうです、おめでとうございましたな、まずはな、うん、はい、そして皆さん本当にお疲れ様でございます。まだねラストで紹介できるかもしれません。この後も何でも結構ね、メッセージいただきたいと思います。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあ、それではここでウィザーのリバーズ・クオモとアリスターのスコット・マーフィーで結成したロックユニット、スコット&リバースのナンバーをお届けしたいと思います。聞くところによると、うん、本気で紅白歌合戦出場を目指しているそうです。 お送りしましょう、絶賛リリース中のアルバム2枚目からスコット&リバース、僕らの未来。さあ、ザ・ベイライン、今日のラストナンバーですね。来週いよいよリリースになります、我々バナナフリッターズのですね、曲いきたいと思います。6月9日にはライブもありますけど、その2日前6月7日にリリースになります、ニューシングルあのねから、まあ我々がねラジオをやってるってことから生まれた曲です。バナナフリッターズ、幸先レディオ。This is the Bayline. I wanna be loved by you. 松岡山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきた The Bayline。 お送りしてきましたよ、はい、してきた、お送りしてきた The Bayline でございます
3時間ありがとうございます。強調、はい、エンディングでございます、はい、那須ハイランドパークから入園券に乗り放題パスがついたファンタジーパスセット2組4名様、そしてベイフェムオフィシャルサポ、パートナーですね、うん、オフィシャルパートナーとなってサポートしている波乗りジャパンの新ステッカー3名様、こちらのプレゼントの発表は発送をもって返させていただきま す, ます。たくさんのメッセージありがとうございました。さあ明日のこの時間ですが、伊豆の亮さんと鈴木あきえちゃんのザ・ベイラインです。明日は結婚してよかった、うん、新婚熟婚大集合ということで、新婚さんリスナー熟婚さんリスナーの皆さんの結婚してよかったを大募集します。未婚さんリスナーの皆さんも結婚についての思いを送っていただきたいなと思いますよ。じゃあ伊豆のさんもなんですか、結婚してよかった、ね、そうそうそう話をたっぷりするっていうことですか。いやすると思いますよ、聞きたいですね。明日も楽しみですね。はい、そしてベイ FM、 この後7時からインターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。なんか伊豆野さんの日にそういうテーマってすごいですね、うん、ねえ結婚してよかったのだろうね。よかったの瞬間、よかったのだからまだいいですけどね、まあ、最近その系を売りにされている感じですね、うん、あなるほどね、はい、そうですね、たまにあの好感度上げようとしてる、ね、そうそうそう、あのなんかね、うん、粉ミルクの匂いがしたりね、うん、そう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 、わざとしてるって話も、ね、なんだかねなんだかなんだか話題の人がとても多いベイラインでございますが、はい、それに負けないようにこの後のインチュールエクスプレスも盛り上がっていきたいと思います、はい、まず8時の頭は今日のクイズを出題、うん、もうどんな方でもね洋楽詳しくなくても番組を最初から最後までちゃんと聞いてさえいれば絶対に誰だって答えられるはずのクイズなので、ぜひ遠慮なくご参加ください。今日も番組のオリジナルステッカーのプレゼントがあります、はい、そしてレッツトーク、テーマは部活ストーリーです。部活ストーリー、はい、これあの帰宅部の方も含めて、過去の懐かしい放課後とか朝練とかね、いろんなエピソードを語っていただきたいと思います、はい、今日は特にですね、その部活を通して影響を受けた人物、顧問の先生とか先輩とか後輩とかね、いろいろ、うん、あと部活のせいで彼女と別れちゃったとか彼氏と別れちゃったとかね、あそれ俺ねもともと部活してる時一人もいなかったからね、うん、あ大学の時だったかな、いろんな、ね、思い出がね、青春と呼べる思い出がみんなにあるかと思いますので、ぜひ今日も大いに語っていただきたいと思います、さらに8時台 Today's Pickup のコーナーは15年ぶりの来日公演が迫ってきたブリトニー・スピアーズの最新作、その来日記念版たっぷりご紹介しますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、先ほどねあの番組内で私実験してね、うん、彼氏とデート中のやつね、私もなんかごめんなさい全然わかんないんだけど、俺もわかんないんだけど、あの やってみたらいいんだよ門脇さんもね、いや自分でやってみるとわかるし、そう常にしまちゃんもベイラインのツイッターでやって、うんうん、そうそう、どのぐらい来てるんだっけ、今ね32リツイート、32リツイートね、私のはちょっと自慢みたいになっちゃうから自分で言うのもなんで、僕のいくついったんだっけ、びっくり、山田さんね、うん、今ね 3.6 万リツイート、そして 3.6 万リツイート、4.5 万いいね、すっげー、ちょっとこれ山寺さん、ね、カメラマンの私になんかご褒美ください、これロビンのアイディアその通りやったらね、うん、この人やっぱり便乗はねすごいんですよ、さすがだね、いろいろ学びますから、ロビンちゃんよくツイート上げてますもんね、私もたまにチェック本当ですか、してます、あら門脇さんに見られてる、はい、自撮りとか見られてるの恥ずかしい、もう完全にもう陶酔しきってる自撮り系バレてるじゃねえかよね、スタジオでもやってますからね、いつも頬がピンクに染まった感じの、もうつぶやけない、どうしよう、はい、いいよいいよ、どんどんやって、これから門脇さんも見てると思ってちゃんと、ね、どんどん気合い入れてやってちょうだい、はい、毎日見ちゃうありがとうございます、はい、じゃあこの後頑張ってください、どうもはい、いやそれにしてもなかなかの反響ですよ、盛り上がりましたね、楽しかったですね、まさかしまちゃんも自分のところでガチでやればいいよね、確かにね、ツイッターね、さあこの次何が来るかだね、何が流行ってるかやっぱ、ね、こういう SNS 使って何がバズってるか、しかも番組も使って、うん、何かやっぱりやりたいね、ぜひ皆さんもなんかいいアイデアがあったらね、ぜひ番組の生放送の中で我々2人がね、俺はまあツイッターしかやってないけど、ロビンはインスタもやってるわけでしょ、インスタもやってますよ、そういうものを使ってこういうことやったら面白いなんてアイデアもね、いやこれからもザ・ベイラインどんどん盛り上げていきましょうね、皆さんもぜひご協力お願いいたします、はい、ということでお送りしてきた水曜ザ・ベイライン、お相手はバズーカ・ムデラと岡田ロビン・ショコでした、いよいよあともうちょっとライブだ、バナナフリッター、はい、そうです、楽しみ、クリス智子がお届けしています J-WAVE グッドネイバーズ、雨が降り始めました六本木のあたり、雨と連れてきた男今日のネーマン山寺浩一さんです、よろしくお願いします、嵐を呼ぶ男山寺浩一です、どうも皆さん大丈夫ですか、急な雨で急なびっくりしましたね、しましたね、急にですよ、だってあのダメってことですか、僕来ちゃ
そんなことないですよ。こっからもう怒るんでしょ、何かが。久々なのに。ねえ。お久しぶりです。大好きな。ねえ、クリスさんの番組に呼んでいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、毎週毎週会ってたのにね。そうですよね。レギュラー一緒にやって。そうなんですよ。さっきリスナーの方がジェミーで、ジェミーっていうあの、はい、サイトでね、書いてくださるのがあるんですけど、あの、ラブレターの、懐かしい、はい、忘れてました。朗読劇もご一緒させていただいて。二人でやらせていただきましたよ。ほんと楽しかった。すいません、ドア頭に噛んじゃって。だっけ私もなんかいっぱいいっぱいですいませんもん。いやいや、ルシさん素晴らしかったです。楽しかった。いろいろやらせていただきました。さっきね、はい、そう、本番前にあのほらあのちょっとその話をツイッターね、あのツイッターね、山寺さんのツイッターツイッターがとにかくすごいんだよって話、ね、スタッフに言われて、何をそのどうしたのって言ったら、まあ、フォロワーもすごいんですけど、はい、あの何昨日やったんですか。何のデート、昨日は他局の、はい、自分の番組の生放送中に、ええ、まあ、一緒にやってるアイドルの子が今ね、彼氏とデートナウとかね、その彼女とデートナウみたいなことで使ってもいいよっていうのがすごい流行ってると。写真撮ってね、山田さんもお知らせばっかりな、面白くないの書いてな、そういうのやった方がいいんですよって。そんなのやったから何だなんだよ、じゃあちょっとやってみるかってやったらすごいですよね。十何万、すごかったですよ、十何万リツイートみたいな。私ああいうの数えられないもん、なんか 1.6 なんかすごいことになってびっくりして、はい、大変ですよ。言われるがまま分からずやったのに、写真を載っけてすごいやってみてから、あ、こういう風に使うんだと思って。でそれは他の人がリツイートして、そうです、今山寺さんとデートしてるみたいな、ね、ね、だから昨日奥さん全然知らなくて、そのことを、うん、でうちの妻のところになんかリップみたいなの来てあの旦那さんが大変なことになってますよって、あ、もう一生全て終わったかと思ったって、うちの奥さんがあ、いたんだそういうのがあって、覚悟はしてたけどしてないしてないしてない、そんなこともあってね、すごいリツイートだから、それ ね、 ありがたいことでね、ちょっとうちでもさやってもらおうよ、あのね、漫画もいいけどつって、ここでね、ここでね、ここでね、さっきやりました、これに出ますって同じポーズで、ね、それはねどのぐらい曲がってるのか な、 かな、そんなにいってないと思います。まあそこで戦ってもしょうがない。やっぱりリアルに ね、 でもね、どっちも上がるといいですよ。使い方次第なんですね。だから怖いなと思いました。でも反面ありがたいと思い、でもね、使い方間違えると大変なことが拡散するんだなと思ったんで、うん、そういうこともありますね、青少年への影響とか大きいなと思って気をつけようと思いました。生放送もそうですけども、そうですよ、 SNS も ね、 使い方次第ですよ。本当だから、ちょっとなんかいろんなことやりだすと、もうほらデートナウやり始めたらいろんなこと取り込んでやっていかないといけなくなります。そんなことないです。また普通に戻りたいと思います。お知らせばっかり、お知らせばっかり140文字きっちりでやるっていう僕のスタイル。でも私もお知らせ、結構お知らせ派だからもうほら書こうと思うとさ長くなっちゃったりでも面白く書く人は向いてるんだろうし。そうなんですよね、短くポコンと ね、 ね、ツイッターの良さいいですね。もう、はい、じゃあやってきましょう。学びました、ね、頑張ります。はい、山寺浩一さんをお迎えしてます。あ、そうです、そうです、声優でございます、はい、そうですよね、はい、ブラッド・ピット、エリー、あ、ジム・キャリー、ジム・キャリー、エリー・マーフィー、トム・ハンクス、ロビン・ウィリアムズ、などなど、ドナルド・ダックもアニメも ね、 いろいろやらせていただいております。そうです、だって、はい、この間もディズニーの展覧会に行ったら、はい、もうマッシングも、あ、そうだ、あちはディズニーじゃない、ディズニーじゃないんだけど、あのアニメーションっていう意味 で、うん、で行った時にはあの山寺浩一さん の、 あのそうそう、音声ガイドね、音声ガイド、予備校のちゃんと2人でねやらせていただいて、ね、すごいですね。ディズニーのキャラクターは本当にものすごく数多くやらせていただいて、ね、あの声優界では うん、どんな癒着があるんだって言われてるぐらいね、何もないんですよでも吹き替えねほら最近いろんな、まあ、いろんな方がおやりになるのはもう、まあ、それはそれでなんですけど、はい、やっぱり山寺さんに頼めば大丈夫っていうところがある。いやいや、って言われませんか。あの変わった発声法の変なキャラクターとか、うん、いろんな人試してみたんだけど、じゃあやっぱり山ちゃんで行くかみたいないろ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 ダメで最後に来るみたいなこと本当にあるみたいですよ。ドラマで鹿もやってましたね。鹿もやられてましたよね。いや、よく覚えて、はい、いや他の人ができないで山寺さんができるからなんだろうな。鹿の声ね、ドラマで声だけでね、鹿音が鬼をしてやらせていただきました。まあでもあの声優、プロの、はい、まあ、人気のプロの声優の方たちが200人が本気で選んだという声優総選挙で1位やったね。いや、やめてくださいよ。いや、何でそう持ち上げてくださいの。ポーズが言ってくださいになっちゃってごめんなさい。いや、本当にこれはね、たまたまですよ。たまたま、また謙遜です。たまたまこの近くのテレビ局がね、たまたまやった一つの特番の中の結果ですから。すごい、本当にすごいと思う声優だから。ね、どうしたんですかね。これもどんな手使ったんだって周りからね、言われてて。いいよ、ないろんな手があって違うから。
これ本当にね、いや、たまたま共演した人の数がアンケートを取った人の中で多かったっていうだけですよ。いやいや、本当にすごい、本当にすごい人いっぱいいますから、先輩として声優さんのね、なんか例えば前マデラさんと声優、あ、声優じゃなくてナレーションさせていただいてたスタジオでも、前の方のスタジオで、ほら、そのサザエさんでしたっけ、もう一緒に収録が同じところだったんですよ。そう、サザエさんと同じところでね、我々の番組 ね、ナレーションをしていただいた。前すいませんって、本当にご高齢の素敵なあの方々がいらして、先輩たちが、いや、もうあの人誰誰だよみたいな、そう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 、しょっちゅうあります、ね、そっから見たらまだひよっこですから僕、本当に80超えてバリバリやってらっしゃる先輩がたくさんいるんで、 そんなの言ったらね、僕なんてまだ50半ば、いやいや、まだまだひよっこですよ。こっからが勝負ですよ。でもね、数はね、やらせていただいたんで、いろんな作品、素晴らしい作品をね、そのおかげだと思います。そういうふうに評価していただいたのは、最初からそうなわけじゃないですから、うん、ね、だって一番最初、うん、一番最初やった役は何、一番最初やった役、それをね、あの、うん、オリジナル ビデオアニメーションの中で、主人公のオーディション、うん、養成所の時に受けて、22歳かな、3歳かな、その時落ちたんで、友達の役で一言っていうのでやらせていただいたら、本当に最初の、ね、メガゾーン2-3というね、まあ、言ってもこれで、ああ、それあれかって思う人は少ないと思いますけどもね、そういう作品が最初でした。何も分からずやりました。一言から始まってですもんね、うん、そうですね。でも一つ一つやっぱり山寺さん、ほら、もう丁寧にやられるじゃないですか。いやいやいや、まあみんな同じだと思いますけどね、うん、まあそうだとはいえ、でもね、ほら、あのモノマネでも、うん、スティービー・ワンダーとか尾崎豊さんもありましたっけ。あ、そうです、う、よくクリスさん覚えててくれてる、ね、信じられない。改めて見てると大して似ちゃいないんですけどね、雰囲気ですよ、雰囲気と勢いでやって、なんとかなるって感じで。でも、あの、数日前とか、ほら、歌詞見て、うん、これってこれでいいんですかねとか。そうそう、英語の歌を歌うことが多かったんで、クリスさんに相談して、発音とかここでいいんですかねとかっていうのを、本当に聞いて。でも、それだ、それどころじゃないですよ。発音なんていう、うん、話にならないぐらいのことをやらなきゃいけないわけだから。いや、でも、海外の人見たら、こいつ何やってんだって思うんじゃないかと思って。いやでも、サッチモとかはね、海外旅行とか行った時にちょこっとやると喜ばれたりして。うん、そうでしょうね。うん。私もそれ今度 YouTube で見せよう、向こうのいとこに。ああ、、うん、そう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 、受けるかも、ちょっと反応をお伝えしますね。こんなことやってんだと思って。でもなんか、まあ、いろんな、ね、もうね、若い役から、はい、もうなんかおじいちゃんから、なんだろう、どういうのが一番自分は何がやりやすいっていうの。一番やりやすいのはね、カバオですね、アンパンマンのね。僕カバオだよ、あのね、今日ね、クリスタンの番組出てとっても嬉しいんだ、あ、パイキーマンにウエストライチやったわーんっていうね。カバオはね、すごい、あの、鼻の穴の感じとかね、自分にこう似てるなと思うんでね。もうでもね、29年やらせていただいてますけどね、チーズ、カバオ、釜飯丼、29年間ですよ。ふわ、アンパンマン、声は、ね、うん、変わらないんですか。変わるよ、変わらないように努力をね、したりもするんだよ。結構高いの出なくなったりとか ねしますから。あるじゃないですか。でも、これは出ますからね、まだチーズのね、ほら、大丈夫ですよ。一人でだって何役もやった、吹き替えありましたね。あの、洋画だったかドラマだったかな、ね、全部山寺さん、あの、あ、全部ってのはね、なんだっけな、あの、ヤッターマンでいろんなメカの声を全部やれって言われてやったやつが16。でその後にこの間ネットでなんか一人で全部やるってのは、はい、みんな他の人も一人やってるんですけど、監督面白がって、うん、なんか薪が外れる音とかいろんなをやって50っていうのを山寺浩一50役っていうのやってみたいんでお願いしますってSE も全部ね、やって、ね、風の音とか丸太がゴーンって音とか、風とかそんなの、まあ、ゴーン、そんなの本当はできてないんですけど、いやいや、シャレですよ、みんな僕をおもちゃにしてんですよ。で、僕そういうのが大好きなんです。さすがですね。じゃあちょっとおもちゃにさせていただいていいですか。いいよ、何でもいいよ。何やればいいの。あの、できるやつもあるからね。次ね、うん、久々に、うん、エディに会いたいなと思って。お、アクセルっぽい。いいぜ、すぐ出てくるぜ。エディマフィーだ。でも、下島アトムさんのが評判よったりするんだぜ。俺もやってんのによ。まあいいや。それで、どうすればいいんだよ、クリス。リーズ・ポップ。1984年の映画ね、うん、エディマフィー。ここでじゃあちょっと、あの、曲紹介をお願いしてもいいぜ。ビバリヒルズ・コップのこのテーマソングだ。聴いてくれ。グレンフライ。ヒーディショーン。アクセル、ありがとうございました。どういたしましてなぜ。今気抜いてますよ。いい曲だよ。振られると思わなかった、びっくりしたぜ。ごめんね、アクセル。グレーンフライのヒーリーズワンでした。お知らせ挟んで、まだまだ山田浩一さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Sounds of J-Wave.
neighbors. J-Web Good Neighbors, クリストもお届けしています。そして今日は山寺浩一さんをお迎えしています。はい、はい、どうも。よろしくお願いいたします。します山寺さん、はい、声優だけではなく、俳優、タレント、司会業も。まあ舞台、司会はね、まあ、長くやった朝の番組がね、はい、もう終わったので、いやだって何年でしたっけ、18年半やらせていただきました。いや、ね、もうちょっと20年やりゃいいって言われたんですけどね、もう大丈夫だろうってでも結構ね、はい、もう少しだって朝何時入りでしたっけ、5時15分とか20分ぐらいにね、早いわけじゃないですよね。で前の日ほらちょっと飲んでても、うん、明日早いっていうのもあって、そうですよね、クリスさんと同じ番組で飲んでもね、うん、10時半には帰るっていう風にしてましたから。そうでしたよ、私9時からスタートの頃でしたかな、ジェイウェブでね、うんうんうん、それでも山寺さんがまだいれば大丈夫と思ってたしなんかこうそういう感じでしたよ ね、 そう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 、調子はどうですか、うん、あんまり調子悪くされてる時も、いやいやでもね、うん、喉が絶好調ってことはほぼないですね、うん、まあずっと自己管理ちゃんとやるっていう話でね、もともと弱いんですよ、うん、喉が。だからケアをすごくなさってて、うんうん、私が調子悪い時に山寺さんに教えてもらったのど飴でしょ、うんうん、山寺さんに教えてもらったハーブスプレーでしょそれですね今も。あ、本当、はい、いや、あの簡単にできるね、自分が努力しないでできることは何でもやろうって言ってね、うん、ええ、まあそういうのど飴とかそういうことはね、なんか、うん、すごく鍛えなきゃいけない腹筋背筋をものすごくやるとか、そういうことは一切やらない、一切やらないって。運動やってないんでしたっけ、運動はやってないでしたっけ。ほとんどたまにね、たまにジムでちょっと走ったりするぐらい。今はちょっとやってるんですよ、はいはい、今はあの6月のライブに向けて、ええ、ちょっとだけヒップホップダンスに挑戦するっていうのを言っちゃったもんだからやったことないのに、はい、55歳からのヒップホップダンスっていうの、それが運動代わりになってますね。ヒップホップって結構30秒で疲れます30秒で、はい、ってなる。ステージはどれぐらい長さです？30秒のダンスのわけないですよね。3分ぐらい踊るつもりですけど、途中で僕だけいなくなるかもしれないですその方がいい場合はそうしてください、はいはい、健康そうそう、健康上ね、それが運動代わりになってますけど、普段はそんなに激しい運動はしないですね。まあ、どれもあの声は結局体調が悪いとね、声には出ると思うんですけど、うん、睡眠でしょ一番ですよ、ね、今だから早起きしなくなった分夜更かしになったんですけど、うん、ギリギリまで仕事ギリギリまで寝てるから睡眠取れてます今は18年分のストレスがね夜にこう、いや考えるよくやってたなと思って今、あれ俺なのっていうぐらい、うん、よくあれやってたな。でもあれ見て育ってる子たくさんいますからね。やっとくもんですよ、子供番組。山ちゃん。やっとくもんですよ。そしてね、こういう番組のね、はい、スタッフとかになってくれたらね、呼んでくれたりする。そうし。そう、下心ありありじゃないか。未来のね。でも本当に今もう30ぐらいの人に声かけてもらって、はい、子供の頃見てたよって、ね、おしゃんって言われて、ああってすっごい嬉しいですね、やっぱり。そうですよね、うん、やっててよかったなってね。本当にやっててよかったと思います。いろいろそういうまあ変化もある中で、うん、はいはい、一つあの、まあ、私去年拝見できたんですけど、うん、一昨年でしたっけ、あの、うん、演劇ユニットラフィングライブ、そうなんですよ、もう今まではね、呼ばれてって出るということは、うん、まあ、ちょこちょこやってたんですけども、うん、はいはい、ね、久々に自分たちでやろうっていうんで、声優、うん、の先輩の水嶋優さんに誘っていただいて、はい、演出家の野坂実と3人で立ち上げてですね、コメディに特化したやつ作ろうっていうんで、うん、2015年から始めて、クリスさんにも見ていただいて、はい、今年3回目かな、3回目決まってるんですね、うん、3回目決まってるんですよ、この間発表になって11月29日から、一番最初にやった博品館でね、はい、この間はブルシアターだった、ブルシアターこのすぐ近くだったんですけども、うんうん、また博品館でやろうってことで、本当にコメディ、海外のコメ、海外にとかだけじゃないですけども、とにかくコメディをやろうということで、あれ1回目も海外のだったんですか、うん、そうですそうです、でレイクーニー1本目、うん、2本目両方とも同じレイクーニーのイギリスの、そうなんです、ね、の名作コメディをやらせていただいて、はいはい、うん、去年タイトル何時だっけ、ごめんなさい、Run for your wife、 Run for your wife、 重婚してる男の、重婚してる男の、僕はそうなんですけどもね、そうなんです、左と右に重婚の相手がいまして、そうです、同じセットの中で二分割して使って共通分もあってという、すごい面白かったですね、ありがとうございます。もうね、あんなに会場が笑ってるの久々でしたもん。なかなかね、900人なんであそこキャパが、はい、900人でコメディってのは難しいだろうという、ね、自分の声だけじゃ聞こえないし、ちょっとマイクフォローしなきゃいけなかったりするから、はい、ちょっとどうなんだろうって言ったんですけどね、いやすごかったです、いやいいお客さんまで、うん、確かにもう少し小さい箱でコメディってね、見るそうですね、そうですね、白金館で、うん、その全然もう3分の1ぐらいの、うん、半分以下のとこですからね、それぐらいがちょうどいいって言われてたんですけども、まあ、ちょっと大きいところでチャレンジしてみようってやったらね、なるほど、でもそれでもなんとかなってよかったですよ。あれもやっぱりコメディだけども、うん、コメディの場合ってこう、うん、ラララみたいな、そのうわーっていうだけじゃなくて、うんうん、
ちょっとしたこう、うん、やり取りで早く喋ったりとか、あのテンポ、うん、あの言葉のテンポが、まあ、妙だという時がありますよね。そうですね、間とテンポが全てだって言われてます ね、 ね。だけども声優、まあ、山寺さんもそうですが、うん、やっぱりあの元々のものがおありだと思うんですけど、うん、全くその聞きづらさとかなく、もう全部なんて言ったみたいなことはもうもちろん一切ないですけど、内容もあの選ばれたあの作品も面白かったし、うん、って言って、まあ、感想だけ話してもしょうがないんですが今年 の、 その11月29日からのは、うん、キャッシュオンデリバリー、キャッシュオンデリバリーという、これね、マイケル・クーニーというレイ・クーニーというその、ね、うん、我々が2作やらせていただいた素晴らしい作家さん、はい、コメディ作家の息子なんですよ。だ父親の影響をものすごく受けて、まあ、だから構成としてはちょっと似てるんですけども、うんうん、今回は重婚ではなく、やっぱり嘘をついてたことがバレそうになることをごまかしてどんどん嘘が膨らんでドタバタになるというパターンは一緒なんですよ、うんうん、今回は不正受給をしている男の話なんですよね。それがいろんな人にバレそうになって友達巻き込んで、はい、バレないようになんとかごまかしていってどんどん大変な方向に行って、うん、っていうような話で、テイストはちょっと似てるんですけども、はい、ネタが違うんですよね。また喋り倒して早くやってテンポで、またうちの演出感厳しいんですよ。もうテンポとあと何言ってるかちょっとわからないと、もう何回も僕大学ノート1冊分ぐらい1ヶ月半の稽古でダメ出しを受けますからね。千秋楽までずっとダメ出しを受けて。へ山寺さんも。で僕はでも、ね、立ち上げるときに、はい、僕を役者として鍛えさせて本当にうまくしてくれないようなだったら嫌ですっつって、うんうんうん、頼むから、うん、分かりましたやりますよって言われて、うん、まだダメ出し言うかって結局文句言って、あなたが言ったんですよ言ってくれってでもなかなかほらだんだん言われなくなるじゃないですか。そうなんですよ。だから言ってほしいっていうのは言ってください。クリスさん、私逆ですよ。俺が違ってたら、いや私も言ってください、ね、もう本当に野放し、もうみんな言ってもしょうがないだろうと思われてるところがある。そう怖いんですよ。声の世界なんかでも、でね、まあ、もちろん、はい、あの作品によってダメ出しされますけどね、はい、うん、あんまりねみんな気遣うじゃないですか。でもこれじゃいけないと思って、気遣うには理由があって、言われたら落ち込むじゃないですか。そうなの。そこもあるんでね。めんどくさいの。めんどくさい。そうですね。気をつけないといけないですけど。はい、打たれ強くなろう。そうですね。でも言ってもらえるようになろう。舞台はどうですか。俳優として言われるように、今回もねどれだけじゃああるか分かりませんけど、はい、舞台の楽しみはまた、うん、何でしょう。こう再確認なさってるんじゃないですか。いやそうですね。大変さもそうだし、うん、達成感とか喜びもね。うん、あとやっぱりいろんな方に本当に面白かったって言っていただけるんで、ね、自信なかったんですよ。舞台コンプス持ってたんです、まあ、友人たちで本当に舞台とかバリバリやってるのがたくさんいて、すげえなっていつも思ってたんで、やっぱね、なんとかそっちの方でもと思ってたんでね、これからですよ。でもいやすごい、まあ、そうですよ、うん、ぜひ、もうぜひご覧になっていただきたいと思いますが、はいはい、演劇、ユニットラフィングライブ、ラフィングライブです、2017年11月29日水曜日から12月3日日曜日、はい、ちょっと今聞くと忘れそうな、ね、そうですね、カッピーなんですけど、ずっと心のどっかにねあれしていただければ、はいはい、博品館劇場で、キャッシュオンデリバリーという演目をなさりますんで、はい、ぜひぜひと思います。いいキャストでやりますんで、ぜひ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、そうしましたら、はい、あのここで一旦ご休憩いただくシステムになってましてですね、うん、はい、存じ上げております。またの写真でも、はい、そういろいろ遊ばせていただきます、お撮りいただけるとという感じで、はいはい、また2時20分ごろ皆さんからも質問メッセージいただいたらよろしいですか。ぜひお願いします、はい、お願いします。山寺宏一さん後ほどご登場です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 81.3JWAVEJMM グッドネイバーズ、山寺宏一さん再び、はい、よろしくお願いいたします。あの晴れました。晴れました、まあ、この周辺はね、皆さんのお聞きのところはどうか分かりませんけども、よかったです。また嵐かと思っちゃった、そうそうそう、どうしようかと思った本当です。いや、あのしばらくお休み、はい、お休みっていうかね、ご休憩いえ大丈夫。何なさってたんですか。あのプチシュークリームいただきました。スタッフの方が用意してくださった。美味しかったです。お酒も甘いものも両方好きですから。そうですよね。お酒今出してませんよね出してないですよね。もちろんです。そうですよね。こんな時間からびっくりした。あの、いろいろ質問が届いてまして、はい、さゆりさんから、さっきもちょっと読んだんですけど、うんうんうん、あの、洋画でできるだけオリジナルの声に似せるような吹き替えを心がけていると聞いたことがあります。うんうんうん、山寺さんがね。そうそうそう。で、その他にも、劇中で歌うとか、多芸を求められる作品も多いと思うんですが、そうですね、あらかじめ準備や練習などをされて収録に臨まれているんでしょうか。もちろんですね。声優は練習命ですからね。うん、まあ、現場行ったらもう、いつ撮ってもいいような感じで、どれだけ練習するかが。だシングの歌はだから大変でしたね。ああ、セス・マクファーレンなんですよ、元のマイクというネズミは。で彼はグラミー賞にもこうなるぐらいジャズがうまくて、
シナトラそっくりなんですよね。それをシナトラそっくりに歌うネズミってわけで僕も吹き替えるんで毎日シナトラとセス・マクファーレンをものすごく聞いて、でマイウェイいろんな人の聞いて、布施明さんとか尾崎豊子さんとかいろんな加山雄三さん聞いて、日本語バージョンもね、そうです、いろいろ聞いて、ね、まあでもまあそれなりにしかできませんでしたけどね。いや、うん、あとほら 吹き替えは違うか、アニメーションの場合は、はい、まあ、当然絵もまだできてない時に入れなきゃいけない。日本のオリジナルは ね同時進行が多いですからね、ああいうのも、うん、だ口を見て入れるとかもそれだけでもそういうけどもない時もあるんですもんね。想像してね、想像して、うん、でもこっちの責任じゃないからね間に合ってないのもありながらね、合わなかったらこっちのせいだっていう感じもありますけどね。あ、そうかそうか、そんなんじゃないじゃんねえ、まあ、あのそうだ、こうほら洋画の場合はですね、うん、例えばアメリカ映画でもハリウッド映画でも、うんうん、向こうの体格があっての声とかあるじゃないですか。よくね体型とかね、はい、似てると声も似るみたいな、そうですよね、それは無理ですからね。ねえ、向こうの人大きい、向こうの人っていうか大きい場合もあるわけですから、だから自分で声をね、うん、ちょっと太い時にはちょっとグッとこうねなる感じで、はい、ネイバーズみたいな感じで、ね、なるわけですよ。細いとちょっとね細い感じかなこんな感じでね、すごい、そういう感じで喉でねでもこれが作ってるっていうの分かっちゃうとあざとくなっちゃうんで、それが自然に来るような感じでね、できればいいななんていう感じでね、こう変えるわけですよ。もうほとんどすごい、自分で遊んでるぐらいの、子供の頃からこうやってねどんな声が自分出るのかなっていうのはね試してみるのが好きだったんですよ。低いのはどれぐらい出るんだろうな、もっと低いのは出るかなってやってみたらどんな高いのは出るかなみたいなね、どのくらい出るんだろうみたいな、普通にあんまりこの声使いませんからね、あ、チーズで使ってるわもっと高いのとかね、やってみたりですね、めったに使えないですけど、うん、何出せないって何でしょう、出せないいっぱいありますよ、出せ、ね、女性とかのまともにやろうってのはできるわけありませんしね。でも声優ってよく僕のいろんな声を使ってるから、はい、声を使い分けたりいろんな声出すのが声優って思われてるかもしれないけどね、まあその必要求められるからやるだけでね、基本お芝居がちゃんとできないとね、そうですね、もともとはそれで芝居をするわけですからね、 そうですね、それがそこがね一番大事なんですけどもね、声での芝居って少しまた違いますよね、体使っての芝居とね、まあね、洋画の吹き替えの場合は向こうは肉体を使ってそのままやってるわけですから、うん、それと同じような感じにならなきゃいけないんですけども、ね、アニメとかでね、うん、デフォルメしたキャラクターとかはね、あとね、それカビから宇宙人までいろいろやるわけですから、そういう時はねもう理屈じゃないですからね、そう、見てる子供たちがどうやったら楽しく聞こえるかっていう、そっちですから、リアリティよりも。確かにそうだよ、だってカバーみたいな小学生いるわけないでしょ、あんないるかもしれないけど、いたらいたでいいけど、真っ赤でもいると思っちゃうものね、はい、そういう声なんだって思わせればいいんですよね。そう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 です、そこが、うん、説得力があるかどうかだと思うけどね、あんまり深く考えてないんだよな本当は最初にでもあのスリッパの声とかスリッパですか、あるんですよそういうのって、うん、信じられないと思ったじゃん、人間の声はまあほらあるとしてもそういうね、もう擬人化ですからね、擬人化だからね、擬人化ですから、いやあのキャラ、あの作品のあのキャラを俺が演じたかった、もしくはこれ演じてみたいってことありますか、ともゆうさんから。あれをやりたかったっていうのはしょっちゅうですよ、はい、しょっちゅうですか。そんないい作品を見たら、うん、全部やりたいですよ。あ、これ俺だろうって俺だろうとは思わないけどやってみたかったなとか、うん、うん、俺だろうってもたまにはありますねでもそれ以上に俺がやってるので周りに思われてるでしょうけどね山ちゃんもういいだろうってねこれまた山寺かって言われちゃうの、ね、中かもしれませんし、自分としてはでもあのそんなに今ねいろいろ名前を挙げてもらいましたけど、はい、いろんなそんなのずっとやってるわけじゃないですかね、一回やったのもこうやって出してね、自慢げにこうプロフィールで出してますけど、一回だって大変ですよ、だって今本当回ってこないですもん、もう若手いっぱいいるしあそうですよ、だってエディマフィーだって大して一作、ね、出てくれないしね、事務機関とかだって頼むよって感じですよちょっとしばらく ね他のは若手とかいっぱい他にもいるから、はい、めったにないですよ、だから今全部やりたいですよ、あんまりやってないですもん、洋画の吹き替えそんなにたくさんは。なるほど、そうかそうか、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは嬉しかったな、クリス・プラットこれからの人ですから、そうですね、専属契約結びたいガーディアンズ以外来てないですけど、ないです一切で、この間本人に会ったんで、本人に会っていろいろ話したんで、いろいろ話して、まあ、通訳の方ね、返してですけども、はい、すっごいいい人、あなた何百という、ね、キャラクターやってるんですよねって知ってたんですよ、うん、すごいいいですね、まあ、直前にスタッフに聞いたのかもしれないですけど、ね、で奥さんを紹介してくれて、うん、奥さんも来てたのコミディ、ね、はい、コミディ N の、うん、紹介してくれて、いろいろちょっとってあなたは素晴らしいですねみたいなほど。で必ずやった方やらあの吹き替えをした本人に会えるわけじゃないですもんね。いや、めったにないです。今まで会ったことあるのは、うん、ジム・キャリーとだけですよ、
ジム・キャリー、あとマイク・マイヤーズはシュレックでね、僕はその時、はい、マイク・マイヤーズの吹き替えじゃなくてエディ・マフィーの方でしたけども、はい、一回お会いしました、ね、一緒に食事会もみんなですごいな、そうですよね、うん、じゃあちょっと、まあ、ある夢ですよ、まあ、いつも持ってるよと、いろんな役を持ってるよ、スタイルの良さを保つ秘訣を教えてくださいスナフキン全然シュッとされてますもんね、でもあの筋肉はないし姿勢悪いし、うん、あの筋肉がなくて痩せてる感じなんだけどお腹だけブヨブヨしてるし、したら脱いだらひどいっすよ脱いだらひどいんだ、ね、僕お腹が緩いんで、だからそれであんまり太らないのかもしれないですね、食べ過ぎるとすぐあの、あ、緩いってそっちか、そっちです、そしてあんまり直接的な表現はねこの時間良くないかと思って、はい、だから脂っこいものとか食べ過ぎるとそのめご飯食べてるところですぐトイレ行きますからねそうなんだら食べなきゃいいじゃないでも食べちゃうんですね、食べたい、ね、そうですか、そうでしょ、そのおかげでそんなに太らずに済んでるのかな、うん、でも筋肉はどんどんなくて、うん、内臓脂肪結構あるんです、そうですか、はい、そんな滑舌よく言われるとなんかこう悪いこともいいことに聞こえてくるのがすごいですね、鍛えなきゃダメです、全然ダメです、そうだ、なんか滑舌のあったな、滑舌、ね、滑舌よくするにはでしょ、よくするには聞いてましたからさっきもずっと滑舌よくするには練習をたくさんするしかないと思います普段もね、普段やっぱ声出すとかね、ええ、そんなでも普段山寺さんもほら普段横で喋るときにそんな滑舌バリッバリ、僕悪いっすよ、いや奥さんにいつもあはって聞かれます、聞き直されますから、えってちゃんとはっきり喋って喋ってじゃあ何だろうボソ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 言いますからそうでした、今仕事だから、うん、やってるけどあのいろんな活動の中で、はい、もう一つ声優ユニット復活、そうなんですよ、はい、アーティストとしてね、そうですね、アーティストって言わないか、いや言いますよ、バナナフリッターズというね1991年にお芝居をしたんですよ、日高のり子ちゃんに勧められて、うんうん、あの誘われて3人芝居、はい、ニール・サイモンのお芝居、ザ・スパースパングローガールっていうのがあったんですけど、はい、関俊子君僕友人だったので誘って、うん、まあ同世代3人で、はい、ランマ2分の1とアニメで共演して仲良かったんで、でお芝居したらせっかくだからなんか他にもいろいろやろうよなんて言って、うんはい、歌出すかとかラジオやるかとか、うん、ライブやってみるかって言うんで、その二十数年前に結成してやったんですよ、ですぐ辞めちゃったんですよ、何年かやってなんか CD とかも何枚か出させていただいて、ロスレコーディングとかしたんですよ、すごいでしょバブルって、すごいバブル、まだバブルかですね、ギリギリですよ、ギリギリですね、ギリギリですよ、LA レコーディングもあった、バブルのフリッターズ、 LA レコーディング、あのオケとかこっちであのねあの撮ってって、はいはい、ボーカル入れだけをやるってなんか意味あんのかみたいなPV 撮影とかですか、空気が違うんで PV も撮らなかった、あのジャケ写だけ撮りました、あのバナナの着ぐるみみたいなの、あれは今回です、今回がそんなのしませんでした、昔からしてないですね、昔はもう LA でレコーディングしてね、なのでジャケ写も撮って、はい、LA のなんかビル街で撮ったんですよ、でみんなに見せたら西新宿って言われてますね新宿新都心でしょこれって言われて、手前の3人の雰囲気があったんじゃないですか、わかんないです、ビルだけだったんでなんでヤシの木とか映さなかったんだみたいなねなるほど、そういうのもあって久々になんてあのみんな、うん、ほぼ同い年なんですね、はい、で60歳になった時にまた復活でやったら楽しいねなんて言ったんですけども、それだと年取りすぎるから、55でいいんじゃないってことで、はい、僕はもうすぐ56なんですけど、はい、他の2人は1年近く違うんですね、で日高のり子ちゃん昨日55になって、関君ももうすぐ55なんですよ、あそれでバナナフリッターズ、ね、あゴーゴーゴー55ってことです、あおじさんおばさんが頑張ろうっていうことで、はい、東京国際フォーラムホール C でありますライブがね、ここからやらせていただきます、ちょっとそのバナナフリッターズのニューシングルを、そうなんですよ、それにね2日前に出るっていうね、はい、みんな覚えらんねえだろうってねライブのライブの2日前にボックスとかシングルニューシングルがリリースになって、なんとその1曲はタイアップがついて、すごい少年足部ゴーゴーゴーマちゃんというアニメのエンディングソングになっております、ゴーゴー、それもゴーゴーなんですよ、すごいでしょ、じゃあちょっとあの J-WAVE 風に曲紹介お願いしていいですか、はい、難しいですね、僕やってございますから番組は、お願いします、さあそれでは聞いてください皆さん、 J-WAVE のお聴きの皆さん、ブライトアイズの二十数年ぶりのニューシングル少年足部ゴーゴーゴーマちゃんのエンディングテーマです、バナナフリッターズ、あのね。アンジェウェイ、We just brought you banana fritters。あのね。ああ、そっちだったな。こっちだった。そういう感じだろうや。あのね。そういう感じだった。こういう感じになった。さっきありがとうございました。曲と合わないですけどね。そう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 。子供にも。この曲を。うん、はい。
バナナの着ぐるみ着て、うん、パパや鈴木さんに振り付けしていただいて、でこれをやっぱ子供たちに覚えてほしいってことで今回 DVD つけてるんですよ。バナナをパパイヤが振り付けして、パパイバナナをパパイヤさんが振り付けてくれて、そうです、ね、すごいいい振りで、そうなんです。そのバナナの着ぐるみも特注で作ってもらって、ちゃんとサイズに合わせてオーダーメイドで我々デザイン案を出して、今時なかなかね、なかなかないでしょ、ここに来て着ぐるみバナナ着ぐるみっていうのはすごいですよ、これから夏暑そうですけど、そうなんですよ、ね、ライブでももちろんそれやるし、それ着ながらですか、ずっと着ながら、おいぜずっとあのね、いろいろかっこいい曲もあんだから、クリスさん、全部着ながらやらないでしょ。そっか、さどこっての言えませんけど、うん、まだね、うん、今言うとこだったもん。そういうね、このあのね以外もだから新曲があるんですよ。なんと3曲ありまして、サイサゲレディオっていうねラジオをモチーフにした曲と、はい、バナナナナっていうのは、まあ、自分たちで詩を書いて、あの中年の悲哀をあのしたり、まあ今までの人生もね、まあいいじゃないかと、はい、これから気楽に行こうよ、うん、力まずにという、うん、今ね一生懸命バナナの着ぐるみの写真を出そうとしてなかなか出てこないですね。それ探してるんですね、私見ましたよ、後でじゃあリスナーの方に、うん、あそうそう、こんな感じでね、ね、うん、ありがとうございます3人でも、こう声優の方でのユニットとか、まあ、さっきのラフィングライフもそうですけども、はい、横のつながりとか、うん、あのまあ、団結とか、うん、まあ、震災活動もね、あのそうですね、宮城ゆかりの、うん、あのアーティストたちと宮城びきの会っていう活動で、はい、佐藤宗さん中心にずっと、ね、まあね、小さい団体なんでそんな大きいことできないんですけども、うん、いやでもずっと最初の頃からやっぱり舞台を、地元なんで ね宮城がもう生まれも育ちも、うん、僕22までずっと宮城にいたもんですから、はい、やらせていただいてましたね、うん、今もちょこ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 行ってます、いたしゃいます、ちょこ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 、うん、ですけどね、しつこいってくらい行こうかと思ってね、呼ばれればという感じですけども、声かけあってね、やっぱりやってらっしゃるんだなと思って、ね、今日はあの、うん、坂本悟君っていうね、その支援活動も一緒にやっていた、はい、まあ、今青森と東京行ったり来たりですけども、はい、彼のね25周年50歳バースデーライブがあるんで、そうだ、デュオで、はい、今日ちょっと行ってね、モノマネしてこようかと思ってますけど、なんだろう、モノマネって、坂本さんのじゃないもの、悟君のライブですけど、途中で出て、うん、まあ、あの震災支援活動で一緒に歌ってた歌を歌ったり、それから僕はモノマネコーナー必ずする時もあるんで、向こう行ったらそれをちょこっと やるみたいな、今日やるつもりでおります。いいですね、優しいですね、はい、いろんなところに行って、いえいえいえ、ね、でもそういうのでね、なんかね、また絆が生まれたりとかっていうのもね、せめてそういうこともなきゃ大変なことあったんだからっていうね、感じがしてます。うん、そうですよね、今もうだからこういろんな仕事がある中、まあ、山寺宏一さん、はい、もう今日も楽しみとかね、もうさっきご飯吹いちゃったってメールも、あ本当ですか、でそんな面白いこと言えてました俺、クリスさんのおかげで、ご飯吹いちゃうって言われるって素敵だ、カバオかな、カバオかな、全部カバオ前かな、違うのかな、わかんないけど、え、でも嬉しいですよ、ご飯吹いちゃう人ってね、え、ご飯吹かれる人っていやいや、いやでもなかなかね、モノマネとか出ても、ね、僕は歌まない一生懸命ありますけども、やっぱり、はい、お笑い芸人たちはすごいですよね、うん、その一個のものをどういうふうに変えるか、どう笑いにつながるか、うん、っていうのは本当追求してるから、うん、勉強になります、そういう人たちとの仕事も、うんうん、ああいうモノマネのね、モノマネの世界も、はいはい、うん、まあ、コロケさん中心ね、みんな仲良くやってるんですけども、まだやってないこととかやりたいことって山寺さんあるんですか、そういう意味じゃ今回、うん、あのバナフリーターズというユニットのライブありますけど、自分のはやったことないんですよね、一回も、ああ山寺宏一ソロライブ、うん、というのはやったことないし、はいはい、だからせっかくだからね、いろんなことやってるんで、うん、まあそれをね、総合的にいろんなバラエティーだから、ね、いろんなことをやるようなことをやりたいっていうのを二十数年前から言ってて、言うばっかりで一回もやったことないんですよ。ちょっと武道館近いんじゃないですか。武道館は無理だと思います。だって武道館の横ぐらいで。みんな見てるじゃない。え？テレビとかでみんな見てるし。いやいや、それがね。でね、昨日のツイッターとかね、ガーッと来るけど、うん、そうでもないんですよ。そうでもないです。意外と集客は苦労するんですよ。あ、それでまた生放送でね、まあ、クリスさんと普通に友達同士と会話みたいになっちゃって、流れてるんですよね。流れてます、愚痴っぽくなっちゃうんですよね。そんなことないですよ、あんだけ、いや武道館やりましょうよ、でもな、そんな軽く言って責任半分持ってって言われたら大変だけど、本当に今回だって東京国際フォーラム、うん、ホール C なんてすごいじゃないですか、いや僕本当に小さいそこら辺のっちゃあれですけど、うん、ライブハウスとかでやるつもりでいたら、うん、撮ったからって言われて、うん、嘘でしょ、どうすんのっつって、うん、はい、皆さんよろしくお願いします、6月9日金曜日、はい、全然大丈夫です、うん、
3階はいっぱいやってるそうですから。でもって金曜日で6時30分って早くない？そうですよ。しかも3人が55歳になるのは6月11日の関俊彦の誕生日なのに、はい、その2日前なんですよね。だから1人まだ54なんですよ。でも、まあ、そこは詐称でじゃない。そんなすごいとこって詐称って。詐称じゃないわね。でもそんな素晴らしいとこ取っていただいたんで、そうですよ、これを聞いてるね、パナフィッターズなんか知らないよっていう方ほとんどだと思います。山田浩一もね、そんな歌うの知らないよって思う方もしませんけども、うん、試しに一遍、試しにちょっと見に来てみて、ヒップホップダンスにチャレンジするから55歳で初めて、日の字も知らなかったのに。ここででしたっけ、はい、ここでヒップホップダンスなんですね。ここでやるんですよ。パリクルの大きいゴー君というね、素晴らしい方に教わってるんで。ちょっとちょっと、期待して、待って、9日間行けたら行きます。ちょっと待って、みんな急い、確認しなきゃ。この時間はね、本当難しいってみんなに言われるんですよ。早いね、でも。お願いします。そうですよ。何かが起きるかもしれません。そうですね。僕がぶっ倒れたりするかもしれませんから。だから最後のライブになるかもしれないんで。やめてやめて、そういうのやめて。そういうのやめてください。だからお願いしますよ。やめてくださいよ。ね、いや、何ですか、そのエネルギーの源は。えそのパワーの、なんか根源は何ですかね。かいや、これだけじゃなくて。乗せられてやってるだけですから。全部、全部乗せられてです。そうです。僕からじゃないんですよ。やるからにはってなりますけど。うんうん、で、あと先に言っちゃうとね。はい。やんなきゃいけない。やんなきゃいけない。ね。基本的にものすごい怠け者のズボラ人間なので。いや、誰が信じますかね。僕の部屋を見たらすぐわかります。うちの奥さんが一番知ってます。あ、ほん、何にもしないね、うちでって。今度聞いときます。はい。いやー、すごい。もう本当に本当に頭が下がる思いで。いやいやいや、とんでもないです。2時間40分来ちゃいましたけど。いろいろとお話をね、させていただいて嬉しかったです。もうこちらこそ、お忙しい中来ていただいて、ね。またワインとか飲みに行きましょうよ。そうですね。お忙しいです。いいですか、また。ぜひぜひお願いします。はい、甘いものとね、朝もなくなかったことだし。そうです。はい。それをいいことに捕まえたいと思います。お願いします。またグッドネイバーズ、はい、番組よろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。ひとまずライブ今夜。はい。ね、今夜と。坂本悟くんのライブはデュオであります。渋谷です。6月9日ね。はい。国際フォルシー。はい。7日は CD リリースです。伝えておきたいと思います。すいません。ここまで、山寺宏一さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。Tune into the future.